あ。あいうえお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 。よし。あら。テロップまたあれだね。あら、テロップ変わってない？なんだろうこれ。ちょっと待って。終わった。オッケー。はい、おはようございます。おつろば、おつろば。おつろばって何？おつろば、おはじょりじゃなくて。ロバって小前くんのこと？おつろばって。小前くんのことか？コマエくんもあれだよね。やりすぎじゃないの話。病気だよね、病気。じゃねえの、一日何時間やってんのよ。もう依存症だよね、みんなね。何十時間やるのとか、肝心配信。私は、だってそんな長くないじゃん、最近。配信に依存してなくない？私は長くても、6時間、4時間、8時間で、長くてもね、短かったら4時間だけど、1日。うん。うまい棒チャレンジ。なんかうまい棒食べてる人多いね、最近ね。あれ流行ってんのかな？全然バトンが来ないですけどね。誰か回してくんないって感じ。ねえ、うまい棒好きだし。ああ、そうだよ。この間話してたで、うまい棒がなんか値上がりするってね。10円、10、ん？ 20 円なんだっけ。あ、お茶爆ありがとう。お茶爆センキュー。エミちゃん、お茶爆500、センキュー。50もセンキューありがとう。よし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 。よーし、よし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 、ありがとう。2個ももらっちゃった。カズマルちゃんもお茶ばっかりやった。よーしよし、みんな給料入ったんじゃないの？給料が。お茶ばっかりやった。よーしよ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 し。だって今日何日だっけ？1月の31か、明日が2月ってことかな？明日かな。31、月末ってことだね。なんか明けましておめでとうからもう1ヶ月経ったってなると早いよね。そうじゃない？めちゃくちゃ早いんだけど。あ、あられもんずりちゃんお茶ばっかありがとう。センキュー。よし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 。ありがとう。ね、早いよね。メンバーシップはね、やっぱやめようかなとか思ってる。この間やるってね、ちょっとね、病気になっちゃって、私ね。ちょっとうつ病になっちゃって、季節的なね。でもよくよく今日考えたら、やっぱやめようかな、みたいな気分屋なんで、別にやる必要なくない？みたいなさ。もう日々ね、感情は変わってくるんですよ。ね、こうしよう、ああしようとかさ。アパドスのママお茶爆ありがとう。みーちゃんもお茶爆、センキュー。よし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 、ダブルセンキュー。よし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 。うん。怖い。メンバーシップやるのに何が怖いとかね、あります？何を怖がってんの？何が？
メンバーシップやって何が怖いとかあるの？そんな。なんもないでしょ。え？なんもないよね。だって入るか入らないかの問題ね。私には別になんもないじゃないの。初コメです。奈々ちゃんを見て毎日元気に過ごせます。じゃあ私がいなくなったらあなたは生きていけないのね。そんだけの人間ですか。うん、あなたも私に依存してんだね。早く卒業しましょうって感じで。うん。ねえ。私がいなくても、ねえ。生きられるようにしましょうよ。エアコメじゃないか、今コメントで。ちょっと待って、喉がおかしい。ごめんね。あ、ちょっち黄色いっすね。まずいっすね、これ。ちょっと黄色いね、つばが。ちょっとなんかゼリーみたいになってるし。でも PCR はしたよね。金曜日だっけ？金曜日は、陰性が出てんですよね。でもさ、もうどこでもらってもわかんないからね、東京に私出てんで、もらって帰ってきてもしょうがねえなぐらいの覚悟で行ったんでね。ぶっちゃけ。ねえ、あんな上野なんてさ、人多いしね。ねえ、東京に出るってことは一番多いとこに私は突撃するってことだからさ、別にもうもらっても仕方ないね、自己責任ですから。うん。マロンちゃんお茶ばかりありがとう。よし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 。よーしよ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 し。ありがとう。うん。ただ、そろそろね、花粉ちゃんも飛ぶんで、毎年私花粉ちゃんに苦しめられてる、ね。まあ、花粉そろそろ飛ぶんじゃねえかな。2月ぐらいからね。ねえ、花粉症の人はマジで嫌な季節よね。そろそろ。だってさ、クシュンクシュンゴホゴホしてるとすっげー見られんね。花粉症の人かわいそうだよね。すっごい目で見られるからね、今。ちえちえちゃんお茶ばかりありがとう。よしよし。鼻水ジュルジュルしててさ、もうすっげー見られんのよ。なんかあんま外出たくないみたいな。なおさら？うん。そう、目の周りね。でも、顔がかゆいからもしかしたらワンチャン花粉かな、これ。私、今ちょっとかゆいんだよね。うん、あ、ちなみに今日こちら新作を使ってます。これ自分で買ったんだけど、化粧水ね、今日からこれに変えました。アクセーヌってやつ、こちら。うん、これ5000円とかだったかな、確か。結構ね、いいよ。なんかさっぱり系だよね。しっとり系じゃなくて、つけた感じ、なんかさっぱり、さっぱりしっとりって感じ。さっぱりの方が強い感じ。いや、ステマっていうより、だってこれ元から売れてるやつだよね。アクセーヌって。結構有名なやつだよね。私が宣伝しなくても嫌でも売れるでしょ、これ。え、違う？うん。じゃあね、うちはね、美容液がたくさんあんだよ。美容液めっちゃあんだけど、化粧水がなかったんだよね。この間使ってたヤクルトの化粧品、あ、化粧水もうなくなっちゃったんで、そうなんだよね。化粧水が欲しいなって。あ、ユーリルちゃんお茶ばかりありがとう。Thank you. よしよしよし。よし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 。ありがとう。高いし、5000円って高くない？だって前々に使ってたやつは、キュレルの1500円ぐらいの化粧水をずっと私使ってたんで、キュレルをね。それに比べると、ね、3倍ぐらい値段が違うからさ、まあ高いよねって話だよ。うん。やっぱ5000円超えると高いってイメージ。1万円とかのも使ってる人いるけどね。おばちゃんどもは。そんなに変わんないと思うよ。1万円でも5000円でも。うん、ここまでね。
あ、無印良品はね、結構若い子使ってるね。安いし、コスパがいいかな。男の子が特に最近使ってる。そう。あ、黒崎玲奈ちゃん、お茶まかありがとう。よしよしよし、かわいいかわいい。よしよし、ありがとう、センキュー。なら、若い子とかはだいたい、そうだね、無印とか。うん。大阪の通販の話どうなって知らない。今、桃子ちゃんがダウンしてるからね。全部ストップしてるよ。桃子ちゃんが大変なんだよ。血を吐いたりとかしてね。今、入院したいの、入院できないみたいな。すごい大変な状況なんですよ。うん。前も話したでしょ。なんかインフルかもしんないっていう話をしてて、そっから血を吐いたり、嘔吐が止まんなかったり、下痢とかね。感染症外来っていうとこ行って、ね、に相談してんだけど、入院ができないと。あ、匿名さんありがとう。千葉かありがとう。よしよしよし。血を吐いちゃってるから、やっぱり、なんつうのかな。病院はたらい回しみたいよ。入院したくても、やっぱり感染症の疑いがあるから受け入れ先がないと今ね。うん。コロナとかもそうだし、なんか、今ね、簡単に入院できないんでしょ？うん。もう生きるか死ぬかぐらいの手術が必要なやつだったら多分入れると思うけど、あ、トラちゃんお茶ばっかりやった。よしよし、感染症系はちょっとね、難しいみたいよ。逼迫してるというかね。ひろんなちゃん情報じゃなくて、ももこちゃんから直接連絡あって、まあ、ひろんなちゃんとも話したけどね。ひーちゃんも、なんか、ももこちゃんに救援物資送ったりとかね。食べ物、飲み物送ったりしたわよって、この間話してたけど、まあ、大変っすよね。いや、タミフルとかも多分飲んでないんじゃないかな。どうなんだろう。なんか薬飲んでるとは言ってたけどね。あらか、今ガメラさんもね、結構やばいんしよ。ガメちゃんも。ガメちゃんもなんか具合悪いみたいでね。そう。ガメラさんは1兆円か。ただ私も1兆円だったんじゃないかなって。なんか先週の月曜日から金曜日あたりまで具合悪かったんだけど、今なんか胃腸炎も流行ってるらしいんだよ。季節的にね。もうお腹もすごい下ってたし、吐き気、頭痛、あとちょっと熱が出たって。なんかまあ胃腸炎なのかなーってね。そう。なんかうちの彼氏とかもなんか似たような症状で胃腸炎になったかもって昨日ね電話喋ってたんだけど、やっぱ下痢がすごいのが今流行ってるみたいだよね。でも症状的にちょっとね、コロナもなんか似たような症状なんかわかんないよね、はっきり言ってね。調べてみないと。怖いよ。あの上から下からっていうのが一番ね、なんかきついんだよ。だからノロみたいのとか。そうなんだよ。もうトイレに行ったり来たりしてんのが一番辛いよね。熱とかだったらある程度我慢できるけどね。横になってるもん。ね、あれ結構辛いよね。起きたりとか。私は、まあ大丈夫か。なんか、先週よりは良くなったかな。まあちょっと喉がイガイガするぐらいで、熱も多分下がったし、どうだろうね。ちょっと測ってみようか。ちょっと微熱って感じだったね、先週。多分熱ないと思うよ。人に移す人なんだよね。誰にも移してないんだけど、私。ねえ。人に移す人とかさ。また頭おかしい人出てきた。ネット警察みたいな。36.2。
丈夫だね。全然平熱ですね。うん。あ、大丈夫。問題ないよ。全然問題ないっすよ。何気に最近でも出歩くの少なくなってるもんね。あの歩数計とか見てても半分、去年の半分ぐらい、今年入ってから。去年は結構出歩いてたけど、いろいろあちこち行ったりとかね。今年はなんか平均的に去年よりは出歩いてない感じ、半分ぐらいになってるって感じね。うん。そんなことはどうでもいいんですよ。わかってますよね。そろそろ。わかってるよね。何が言いたいか。もういい加減にしてくれる？言い始めて7年目。7年目なんですけどね。本当に。本当に話を聞かない人たちね。あ、ゆかちゃん、ポクコちゃんありがとう、ちゃばく、Thank you! よし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 。そう、無料アイテム投げてください、月曜日はね。うん。月曜日は一番欲しいんでね。ドーンと、土曜日、あ、日曜日私休むんで、ドーンと下がるんでね。うん。月曜日にはみんな投げてほしい。一日分アイテムがもらえないからね。ね。これは何使うの？お団子ポイントになります、私の。3万円。マックス3万円入るんですよ。みんながね、無料ポイント投げてくれたの。ねえちゃん、お茶ばかりありがとう。よしよしよし。よしよしよし。おすすめ規制なんかかかってません。何もしてません、私は。ラーメンかな。いい子ちゃんでーす。まだね、3日ぐらいしか経ってないけど。うわお、すごーい、爆投げラッシュ。すごい、ひとみちゃん、パルチカちゃん、ニャリちゃん、お茶番、センキュー、よし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 。すごーい、わー、嬉しい。ありがとう。センキュー、センキュー。フィーバータイム入ったかな、フィーバータイム。格変来たかな、これ。すんごい、みんな今3人一気に来たね。うん。いや、軍艦マーチとかはね。あ、おはるちゃんありがとう、お茶爆、センキュー。よし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 。私も1ヶ月に1回なんかお茶爆の日みたいなのやろうかな。なんかみんなやってんじゃん。ホモドンとかさ、石川さんもやってるし。毎日もらえつつ、ね、毎日もらえつつ、月末もやろっかな。どう？毎日お茶箱オンにしつつね。しつつ、もらうみたいな。あら、稼ぎとか。メンバーシップだからね、悩んでる。別にやんなくてもよくないみたいな。結論ね、ずーっと考えてましたけど、なんかつける意味がないよねって思ったんだよね。なんか勢いで言ってしまいましたけどね。うん。別にやる必要なくないみたいな。いやまあそれはね、ちょっと考え中だけど、あの時ちょっと病んでたんで、私ガチでね、ちょっと落ち込んでたのね。今日はそうでもないけど、ね、みんながいじめるかな、私ね、ちょっと、面ブレしてたんで、メンタルブレイク。さやかちゃんお茶爆、センキュー！ありがとう！よし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 。かわいいかわいい、よしよしよし。あら、ちょっと待ってね。ほら。オッケー。でね、土曜日ね、誕生日会に行ってきたんですけど、上野にね。まあ、昼とかは、ひどんなちゃんの枠で配信してて、まあ、夜は完全プライベートっていうかさ、配信はつけなかったね。ワンチャン配信つけようかなと思ってね、お店に入ったんだけど、ストップされたんだよね、やっぱりね。
やっぱ誕生日会だから、別にね配信つける必要ないじゃん。TJ さんになんで人気あんのかわからないって言われてた私が、ちょっと今話の途中で腰折らないでくださる。そしたらね、じゃあみんな言えることだよ。みんななんで人気あんのかわかんないよね、はっきり言ってね。ね、妖怪とかね、クズの集まりやん、配信者なんて。なんで人気あんですか、あの人たちは。で、私以外にみんなだってなんで人気あんのよって話になるでしょ。私だって疑問に思ってるんやん。でしょ？ TJ さんとかじゃなくて、他のメン、ね、他の配信者だってなんでこの人たち見られてんだろうと思うときない？ねえ。じゃ、モスコちゃんとかはまあ話うまいしね、顔面にインパクトあるかまあまあってね、そういう意味で見られてんのかなって、あとオカマっていうさ、そういうのがね、三拍子揃ってさ。ただ、コマエくんとか見てんのはちょっと特殊だよね。本当にクズ男だから、あいつ。コマエ、コマチとかね。そこら辺はなんで見てんのかなって思うときあるけど。うん。なんか TJ さんがどうのこうのじゃないよ。ね。みんなって言ってんだからね。私も名指ししてないじゃん。ね。みんな配信者。世の中の配信者ってなんで見られてんなんだよねって。みんなだって一回でも疑問を思ったことあるし、私以外に。その話をしてるんです。で、いやね、面白い面白くないじゃないんだよ。やっぱり魅力？総合的に言うと、配信者はやっぱ魅力があるんだよ。人間としてね。クズだけど、なんかちょっとほっとけないとかさ。あと、ねえ、なんか面白いとかさ。ねえ、そういうことじゃないの？その辺にね、お友達とかにいないタイプだからね、みんなほとんどさ。うん。そうでしょ。じゃあみんながね、じゃあ、ね、みんなが配信始めたらだって人なんて来ないんだから。ゼロ人で終わると思うよ、今日つけたらね。ほとんどの人が。一人来たらラッキーって感じ。ね、始めまして。私なんかだって一週間とか来なかったの。一週間ゼロ人だったからね。ね、それ一週間経ったら一人来て、やっとね、男の人なんだけど、未だにアイテム投げてくれてんだけどね、その人。男の人が、ね、初めてのコメント覚えてんだけど、男なんですか？女なんですか？みたいな。そっから始まってんだよ。一回目って何した？だから一週間ずっとラジオで喋ってたよ、4時間ぐらい。一人でずっと。ゼロ人だよ。え？なんて答えたの？女ですって言ったんだって、その時はオカマって内緒にして配信してたんだもん。で、ラジオ放送で初めて1ヶ月、2ヶ月ぐらいまではラジオ放送ずっとしてたんだ、顔出ししなくてね。私は普通に女だって言い張ってた、みんなだってびっくりしたんだよ。それで初めて、ね、マスクして顔出ししたら、みんな綺麗とか言ってさ、キャーみたいな。こんなに綺麗な人いるの？みたいな大騒ぎになっちゃってね。リスナーさんが。それで、私実はね、男なんだよね。つって、みたいな。本当に？みたいな。ってどういうこと？みたいなさ。いや、本当に。いや、記憶間違ってないが。ね。ここのほとんどの人はその放送見てないでしょ？もう7年経ってんだからさ、まあ見てた人もいると思うけどね。みんなドッヒャーみたいな、本当にってチンポついてんのみたいなさ。だから、最初はね、カミングアウトしてからおっさん専業主婦みたいな。ね、そういうカテゴリーで私もやってたんだよ。変態おっさん主婦みたいなさ。今で言うマナミンみたいな感じでやってたわけよな。うん。いや、本当にね、最初ね、女性だと思ってる人本当に多かったの。ガチだからね。本当。
今はもう男に見えると思うけどね、最初の頃は痩せてたし綺麗だったから、まだ若くてね、本当にみんな間違える人多かったんだね。なんか水こうにあった。優しい人が多かった。いや、そういう意味じゃなくてね、別に私に気を使ってたとかそういうことじゃなくてね、普通に見た目の問題だよ。だって7年たちはね、見た目容姿も変わりますよ、人間ね。やっぱ老けるし、20代と30代の後半だったら全然違うでしょ。いや、結構変わると思うよ。だってもうすぐで10年でしょ？だって自分の10年前のとかの写真とか見てみなよ。全然違うじゃん。こんなギャルとかの人もいるでしょ？ヤマンバです。イエーイみたいな人もさ。ねえ。逆にデブで今痩せてる人とかも いるだろうしね。お前みたいにならねえよって言いながら、お前は私のアイコンとか使ってる、大好きじゃん、バーカ。ねえ、私のアイコン使っちゃってお前みたいにならねえよとか言ってさ、私のこと大好きじゃん、なんなの、矛盾してない？だったら使わないでよって感じ。でしょ？もう大好きすぎて。ねえ、私の名前と私のアイコンにしてんだからさ、やめてって感じ。ストーカーですか？ストーカーですか？あなた。え？ねえ、昨日声かけてきた人かな？パチンコ屋で。あんたか？あれ。ねえ、お前だろ？パチンコ屋で声かけてきたん。え？あの、ブサイクルカップルお前だかん。じゃ、昨日ね、いつも通りさ、今日のね、料理配信の食材を買いにね、スーパー行ったら、ちょっと時間が余ってたんだよね。1時間、2時間ぐらい。それで、スロットジャグラーをやってたらさ、トントントンってされんだよ。で、パッとさ、振り向いたら、なんか男の職人さんみたいな男の人が立ってたの。え？とか思って、なんでトントンするんだろうとか思って、で、パチンコ屋だから結構ね、大きいんだよ、音が。何言ってるかわかん、なんか喋ってんだけど聞こえなくて、よく聞いてみたら、藤沢奈良さんですかって。あ、そうですけど、って言ったの。何ですかみたいな。そしたら、うちのお母さんが奈々ちゃんのファンで、毎日見てるんですよ、みたいな。みたいな。あなたは何なんだろう、じゃあ、とか思って。なんかすごい気まずい雰囲気になってね。いや、お母さんが見てんのはわかるけど、みたいな。あなたは見てないのが、でも間接的に見てんのかなみたいな。気まずいでしょ。だから、ああ、そうなんですかつって、いなくなったんです、その男の人はね。じゃ、最初ね、なんかね、ナンパかと思ったの。あら、とか思って。最近ほら、ね、髪色変えたからね。桜色に変えたかな。ちょっとね、可愛いと、後ろ姿とか綺麗だからさ、今サラサラでね。ちょっとナンパ来たのかなとか思ったんだけど、まあ、お母さんがリスナーと。それで、その後10分ぐらいしたらまたトントンってね。男の人は右側トントンだったの。で、今度左側をトントンされたの。そしたら振り向いたら、今度は女性の方だったのよ。じゃあ、ナナちゃんとか言って、いつも見てますとか言ってさ、みたいな。こんなに立て続けにプライベートで声かけられんのと思って。そしたら、その人もお母さんが大ファンなんですって言うんだよ。みたいな。それパッと横見たら、さっきの男の人もいるんで、あれこれカップルなのかなとか思ってね。でも二人ともお母さんって言ってたし、でまあこれが結婚してたらお母さんは二人とものお母さんだか間違いないのかなとか思ってね。そう、普通のカップルじゃなくて夫婦なのかなとか思ってね。兄弟はないっしょ。
そうだよ、ないと思うよ。なんか全然似てないし、なんか付き合ってる風な雰囲気は出てたよね、なんかね。だから今日ステッカー持ってますかとか言われたから、女の人に、あ、いいよ、つって、じゃあ、2枚あげるからお母さんにもあげて、つってね、渡したんだけどね。うん。そう、なんか結構ね、結構ね、パチンコ屋で声かけられるんだよ、なぜ最近ね。パチ屋で。あと、駅。上野のさ、帰ってくる時もさ、私朝帰ってきたんだよ、朝方ね。夜中遊んで、話聞いてる？おい。聞いてんのか？聞いてないよね、全然ね。みんな言いたい放題ガチャ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 してさ。聞いてないよね。ついてこれてんの？私の話に。ついてる？ついてこれる？来れない？どっち？来れんの？来れないの？どっちなの？つまんない話ってさ。今一通りね、プライベートの話をしてんだけど、じゃあ何も喋んなくていいよ。こっから盛り上がるんだけどね。いろいろと。今の序章、ね、エピローグ。こっからめちゃくちゃ盛り上がる話をしようかと思ったのね。いや、こっからっすよ、本当に。こっから。でも聞きたくないんでしょ？つまんないって言われるんだから話す必要ないよね。どうなの？聞きたいの？聞きたくないの？だから日曜の朝に私帰ってきたんだよね。土曜の夜までずっと遊んでて、2時ぐらいまで遊んでたのかな。それで朝7時に起きて、そっから上野からね、横浜に帰ってきたんだけど、新横浜、新幹線で私新横浜までさ、東京からね、新幹線乗って帰ってきたんだけど、その帰りの時にも、新幹線の入り口のところでさ、なんか男性に声かけられたんで、また。で、また、あら、ナンパかしらと思ってね。あらって、桜色にしたし、髪の毛ね。あ、そしたら、ツイキャスの人ですよね、って。いや、ツイキャスの人ですけど、つってね、そこで間が空いたの。いや、この人絶対私の名前知らないなって見ただけかな、みたいな、パッとね。私の名前知ってますよ、つったら、もじもじしてたんだよ。やっぱ知らねえな、みたいな。私、藤沢奈々って言いますよ、つったら、あーって、藤沢奈々さんですよね、とか言われて。いや、こいつ絶対ね、一回見ただけで声かけてきたな、みたいな。ね。絶対私の名前知らないってことはそういうことでしょ？だから、どこで見られてるかわかんないなと思って最近ね。ほんと。な、気をつけないと、プライベートも、なんかね、変なことしてたら、じーっと見られてんだからさ、目がね。ね、家に帰ってくるまでは、ちょっとね、気を引き締めなきゃいけないな、と思ったんだよ。トークスキルがないとか言ってる？じゃ、毎日ね。うん千人の前でお前喋れるか？おしっこちびんだろ？喋れないよ。喋ってみろよ、ここで。みんな固まんだよ。何千人の気圧のな。
さくらちゃんお茶ばかりやっとー。喋ってみろよ。何千人の前でね、納得できる話できんのか。できねえよな。お前なんてね、総叩きだよ。帰れって言われるよ。トーク力うんぬんっていうけど、ね、みんなに合わせて私はね、喋ってあげてんだよ。わかります？みんながわかりやすいようにレベルをね、下げて、難しい話もせず、みんながね、キャッチーに受け止められるようにね、そういうね、言葉を選んだりとか、話題を選んだりして話してるわけ。そういうことができますか？できないだろってんだよ。それでね、一番話したかったの。ヒロちゃんお茶ばかりありがとう。よしよしよし。ありがとう。かわいい子、かわいい子。あのね、土曜日のね、夜の話をしたかったのよ。いや、誕生日会が終わってさ、まあ、誕生日会は普通にね、誕生日会、素敵な誕生日会だったの。お店も貸し切りで、ね、ショータイムもさ、わざわざ私たち用に作り変えてくれてね。なんか途中でさ、なんつうか、スクリーンみたいのが目の前にあってね、あの上野のお店の、でっかいスクリーンがあって、そこにミュージックレッスン、みやびとか入ったりとかね、ひどんなちゃんとかの、エグプリの広告が途中で入ったりとかさ、そういうのもあるわけよ、サプライズみたいのね。彼氏して無視してやっちゃったの、だからそれ後で話すから聞いてたよ。今、お店の中の話でしょ？話をはしょんねん。ね？そうやってはしょってくるからつまんねえって言われんねん。流れに乗ってきて。今、スクリーン話、彼氏と、ね？彼氏以外の人とやっちゃったなんて話は、ね、後で話すか、そんなのさ。な？話が今ね、100まで話すとこの95ぐらいを今ね、答えを出そうとしてんだ、あなたたちはね。今まだね、5% ぐらいなの。だからそれはみんな聞いて、こっからの話だから。ね、やったかやってないかの話は、こっから話すから、今スクリーンの話をしてんだっつうの。そういうサプライズがあって、すごい素晴らしい誕生日だったねって話をね、しようと思ってんだよ。それさ、なんか、うちのミュージックレッスン、みやびとかさ、広告が出たりとかしてね。あと、ショータイムのテーマが遠距離だったの。遠距離恋愛を、恋愛とか恋とかね、遠距離系のショーだったの。なんか、男と女が、こうさ、くっついたり離れたりとかね、ダンスも、そういうダンスだったの。選曲とかもね。うわーって見てて、私も涙こぼしそうになっちゃってさ。ね、会いたいけど会えないとかさ。あと、なんかその距離感をテーマにしたね、感じっていうのがすごい伝わってきたね。で、結局、土曜日はほら、お互いにね、用事があったから、連絡も土曜日しないよっていう、話をしててね、本当に一切連絡取らなかった。朝のおはようぐらいで、土曜日の朝に、おはようって、今日も、じゃあ行ってくるね、みたいな感じの話でね、終わってたんだけど、なんか、心がぽっかり空いちゃったみたいな感じ？
そういうなんかひーちゃんが、じゃあお店終わったし、ね、このままちょっと3人で遊びに行きましょうよ、みたいなさ、ね、ななちゃん、みたいなね。夜の街に繰り出して、ちょっと男でも引っ掛けましょうよ、みたいなさ。それで、あーってね、ルカママが、うちのお店の裏に、売り線、男を買う場所があるんだよね、とか言ってて、ね。それで、なんか、お店終わった後にちょっと調べてたんだけど、お店自体が12時ぐらいで終わってたのかな、そこね。で、私たち、ね、時間が、閉まってたからね、洗ってね、その男は買えないわね、とかいう話をしてた。それで、結局上野にさ、ね、怪しげな映画館があるんですよ、ピンク映画館が。ね、大倉っていうね、結構有名な、話が下手くそ。だからもうさ、話したくないんだけど。ねえ、何を勘違いしてんの、本当に。ねえ、話の腰をマジで折んないでくれる？いや、この話はここで終わり。あとはもう想像に任せる。こっからはドーナツの話、永遠とするんだな。ドーナツの話を延々としますよ。ドーナツの穴のね、直径は何センチだとか、どうやって上げるかとかね。そういう話をずっとしますよ。ドーナツの由来とかね。日本に伝わったのいつかとか、最初にね、オープンした店はどこなのかとかね。それで、じゃあ映画館に行きましょうよってみんなで、ね、うわーってね、映画館に行ったんだよ。それで、やっぱり土曜日だからさ、結構人入ってんのかなと思って、入り口とかでね、駅員さんじゃなくてなんだっけ、係員、スタッフがいたから、受付で、ね、今日混んでんですかって言ったらさ、いや、まあまあですね、とか言うんだよ。そしたらひどんなちゃんが、まあまあって何よとか言って、どんぐらい人がいるのよって教えてほしいんですけど、とか言うの。うわーとか思って、ひどんなちゃんだわーとか思ってね。プライベートもこんな感じなのね、とか思って。すごいね。圧がすごいね、ひどんなちゃんね。いや、まあまあですかねーとか言って、あんまり人数とか、そんな言っちゃうと、みたいな。今の時代、みたいなね。あ、そうなの？とか言って。で、そんなにいないのね？とか言ってさ、みんなにね、そうね、いないのね？って。で、1階と2階に分かれてんだけどね、映画館が。じゃあ2階に行きましょうって。1階は結構1400円とかで入れんだけど、2階は500円なんだよ。それなんで値段が違うかっていうと、安い方は結構ホームレスとかさ、やっぱ値段が安いから溜まり場みたいになってるね。だから安いよね、500円で、だから、十何時間いられんで、だからずっといられんじゃないかな、あそこね、オープンしてる間ね。
何の映画だからピンク映画だよ。普通に成人向けの、なんつうエロいやつ。ただアダルトビデオみたいのじゃなくて、なんつうの、ストーリーがあるエロい映画ってわかる？みんな。アダルトビデオってさ、やるだけのビデオとかだけど、なんかちょっと映画チックなエロ映画みたいな。じゃあね、ストーリーがね、私たちが見てたのによくわかんない感じの映画だったんだけど、例えばほら、洗濯屋のケンちゃんとか有名じゃん。この業界だと洗濯屋のケンちゃんってさ、伝説の作品があるんだけど、ね、洗濯屋さんのお兄さんが、ね、団地妻かなんかの家に行って、みたいなね、そこから、エッチしちゃうみたいな、結ばれる、みたいなね。うん。なんかシリーズ、なんかそんな感じでね、エピソード的なエロ映画みたいな。いや、今全然下ネタなんか話してなくない？みんながわかんないってことを説明してるだけで、ねえ、詳しいね。そのプレイ内容とか言ってないね。で、まあ、そういうね、そういう映画館があって、1階は高め、で、2階が500円ってね、ちょっと安めみたいな。ただ、汚い人がいるよ、みたいなさ、ホームレスとかね。うん。それで、じゃあ、ひどんなちゃんたちと、じゃあ上行きましょうよってね。下はそんなに人いないし、上の方が安いから行ってみましょうよ、ね、姉さんたち、みたいな感じでね。でも、ひどんなちゃんと私じゃなくて、ルカママもいるんだよ。ね、お店のね、ね、上野のドンと言われてる、ね、上野を仕切ってるお店のママも一緒にポルノ映画館に行くっつうのがさ、すごい私が受けて、なんか受けない？その状況ね。で、すんげー目立つんだよ、私たち。歩いてるだけでも三人ね、私、ひどんなちゃん、ルカママって歩いてるとさ、ね、この間のギガフェスもそうだったけど、歩いてるだけでインパクトない。で、そうでしょ。迫力ありすぎだよね。それね、500円の映画館入ったらもうすごかった。マジすごかった。もうここは動物園なのかなと思う。もうね、まずね、その映画館の中に入った匂いが、もうあれの匂いなんだよ。エッチな匂いっていうかさ、もう、お汁の匂い。もう、ザーメンの匂いなの。うわーとか思って。もうすっげー匂いみたいな、なんか男のプーンとした匂いとかさ。それね、チラッとね、前の方を見たらさ、なんかひょこひょこ動いてんだよ。頭がひょこひょこ動いてる人が何人かいるのね。なんか揺れてたりとか。で、ひどんなちゃんに、あれってやってんのってさ、やってるわよ、とか言って。前に行ってみましょうよ、お姉さん、みたいなさ。でも私怖くてさ、ね、どんな絵面が見れんのかなと思ってさ、やばくないって、だって映画館でそんなに揺れないしよ。で、前の方に行ったら、もう普通にさ、エッチしてんだよ。映画館だからジュボジュボしたいとか、バッコンバッコンやってんの。で、じーっとさ、見てたら暗闇の中も、ちょっと暗めなんだけど、映画館ね。映画の内容によってはさ、ほら、明かりがファッとさ、明るくなる瞬間の。な、その瞬間にね、パッと見たら、なんか、おっさん同士、もう60歳の人と70歳の人がパコってんだよ。ええとか思って。で、もう怖くなっちゃってね、私ね。なんか、すごい挙動不審になっちゃって。それ、これってね、どうすりゃいいのって、ひーちゃんに、もうひーちゃんに質問攻めだよね。そしたら、なんか、端っこかなんかに座ってればいいのよ、みたいな。みんな座りましょう、みたいな話になってな。
結局私が前列、その後ろにルカママで、ルカママの後ろにヒドンナちゃんがね、こう3列3列端っこにね、オカマが3人座ったんだよそう、それで、ね、私が座った列はもろパコってるところでさ、ね、私の列のなんか左側のとこもろパコってんだよそれでそのパコってんのさ、じーっとね私観察してたんだよそしたらなんかね、髪の毛がずれてんだよ。髪がずるずるずるって下がってんの。えー、とか思って。何この人とか思ってね。え、カツラなのみたいな。カツラがパッコンパッコンにね、やられてんだけど、それがどん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 ずれてって、後ろの方にずれてってんの。見てたらね。里やんちゃんお茶ばっかりがと。よしよし。それで顔をね、じーっと見たらすんげえおっさんなんだよ。本当に70ぐらいのおじいちゃんみたいな。いや、化粧はしてんだよ。化粧はしててミニスカートなんだけど、ね、ブーツとか履いちゃってさ、もろおじいちゃんなの。いや、暗いけど分かったよ、でもね。それでなんか、映画館ってこういうシートになってんだよ。ここに、なんか足をこうやって乗っけて、私、ちょっと体が硬いからできないけどさ、ここに足を乗せて、こういう感じだよね。こういう感じだ。で、目の前にもう一人男の人が立ってて、なんつうのかな。膝をつく感じだよね。だから映画館の通路あるじゃん。ね？通路のとこに膝をついて入れてるみたいな。パコンパコンパコンつって。いや、えげつないなぁとか思ってね。で、何人かさ、声かけてきたんだよ。初めてとか言ってさ。なんか男が近寄ってくんの。で、ひどんなちゃんとかも、なんか、男の人に声かけられてね、おっさんみたいのに。どこから来たのとか言ってさ、映画見てやるのとか、なんか、ちょこ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 ボソボソ喋ってくってんの。いや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 って。いや、そういうのじゃないですとか言ってさ、断ってね。いや、連れて帰って何もこう、やってないけどね。それで、洗ってる、もう、帰りましょうって言って2時ぐらいになって、ホテルに帰ったっていう話だよ。そう。それが、土曜日の夜起きたことなんだけどね。うん。いや別に、だってね、彼氏いるから別にエッチなんかしないし、ね、ただ見学に行っただけ。うん。いや、見せ物小屋みたいな。嘘つき？は？何が嘘つきなの？何が嘘つきなの？何も嘘ついてないんだけど、ひろんなちゃんも同じ話してたでしょ。え？ひろんなちゃんは昨日話してたんじゃないの？夜かなんかに。うん。してたよね。いや、だって浮気なんか私しない人でも一瞬しないで、あなたたちと。ね、目の前にチンポあってもしゃぶんねえからな。寂しさとかね。ねえ。ここにいる半分以上浮気したことある人たちなんでね。あなたたちと一緒にしないでよって感じ。うん。いや、これね、彼氏にも話したんで、この話。そしたら笑ってたよ。めっちゃ笑ってた。爆笑してたよな。ええとか言ってん。すごいね、みたいな話でね。うん。でも、一つだけね、上野の公園で、私、朝、配信してた時に、男の子がね、リアトツに来たんだよ。それは、焼き餅焼いたって言ってたね。なんか、ちょっと嫌な感じがして、配信見るのやめちゃったって言ってた。ね。公園で、来た人がいたんだよ。そう、抱きついたりとか、パフォーマンスで私はやったんだけど、ちょっと、ベトベトベトってね。それで、ちょっとおちんちん大きくなっちゃった、みたいなセリフも言ったんだけどね。大きくはなってないんだけど、いつもね。
それがちょっとなんか嫌な感じがしたとは言ってたけどさ。うん、そういうのは、まあね、しょうがねえな、みたいな。やっぱり奈々ちゃんも、いや、配信者だし、見せなきゃいけないし、ってそんな理解できてるけど、ちょっと嫌な気分にはなったよね、みたいな話はしてたんだよね。うん。そう。自分もリスナーさんだから、あ、まあそうだね。自分もリスナーさんだから、リスナーさんとかに結構、あるんじゃないかな。配信者だったらもうね、パフォーマンスだってわかるけど、そうだね。自分がリスナーさんから彼氏になってるから、リスナーさんにはやっぱり、そういう、なんか焼き餅は焼きやすいんじゃないの？うん。ごめんねって謝ったけどさ、私はね。ね。ただパフォーマンスだったんだよってさ。うん、別にタイプじゃないしってめっちゃ女として見てるよね。じゃない？ねえ、結構女として見られてるよね、私ね。うん、もうなんか言葉の節々が、あ、女として見てんってくれてんだなってさ、ありがとうって感じだけど。うん。いや、ヒゲの生えた女子だっているじゃん。宇多田ヒカルだってヒゲ生えてたからね、昔。そんなん当たり前ですよ。ねえ、すね毛が濃い女子だっているっす。ねえ。よいしょ。でもたまーにあれだよね、夜遊びするとなんかこうストレス解消にはなるわな。ちょっとね、金曜日土曜日とさ体調も悪かったんだけど、なんとなく精神的にも体調的にもなんかすっきりしたかなみたいな。たまにはね、そういうお友達に会ったりとか、プライベートね、思いっきりはちゃめちゃするとかね。うん。横浜の水道水は平気なの？いや、全国今やばいよ。民営化されてん。だから浄水器とか、お水が心配な人は水道水飲まない方がいいと思うよ。私は浄水器飲んでるけどね。お茶ばかりやとりょんちゃん、これ浄水器だから。これ、水道水をフィルターに通して、浄水してるからね。ポット型の浄水器っていうか。これはだから水道水に入ってる余計なものをカットしてんのよ。なんだっけ？フッ素じゃなくて。フッ素とか、なんだっけな。カルキとかさ、そういう、なんだ、塩酸？塩酸？これでカットできんのよ。普通にミネラルウォーターみたいな味だよ。あ、そう、塩素。塩素結構入ってんじゃん、水道水っていうのはね。それもカットできると。うん。俺は3ヶ月に1回ぐらい多分交換するんじゃないかな。で、フィルターの方が高いんだよ。機械より。ね、この本体は1500円とかで買えんだけど、フィルターも1000いくらすんだよ。で、そっちの方で金稼ぎみたいな。そう、機械は安いんだけどね。大体でも浄水器って今そうじゃないの。ね、機械は無料とかでレンタルとかで、ね、フィルターとか交換が高いみたいなさ、そういうなんつうの、サブスクみたいなの。うん。水道水を入れても、浄化してミネラルウォーターになるってこと？そういうことを。うん。そういうことですよ。浄水器通すってことはミネラルウォーター？ミネラルウォーターじゃないけど、なんつうのかな？ピュアウォーターって感じかな？まあ、水道水を飲むよりはいいよねって話で。横浜の水道水のニュース、何それ？何それ？横浜の水道水のニュース？お水は一日でも、
6リットルぐらい私取るね。多い時は8リットル。これが 1.4 リットルぐらい。もう、だって1時間で 1.4 飲んじゃったもんね。1時間で。俺1本飲んだでしょ今。入れてきたかな。いや、水太りっていうのないね。あんまり変わんないね。ただ配信中はね、めっちゃ飲むんだよ。配信外は私そんなに水分取らないんだけど、やっぱずーっと喋ってると喉も乾燥するしね。喉が乾くんですよ。タバコも吸ってるし。タバコの本数もね、配信中は増えるよね。うん。別に糖尿とか水中毒じゃなくて、それだけ話してるってことで集中してね。だってよくさ、テレビ番組とかでもさ、飲み物置いてあるじゃん。トークショーとかさ、ね、楽屋とかにも必ず水があるじゃん。あれはなぜあるかって言うと、やっぱ喋る仕事は喉使うってことよ。ね。私たちは特殊で、もうずーっと喋りっぱなしじゃん、何時間もね。結構喉にも負担かかるし、喉も乾くわけよ。うん。どうしよう、アメトークとかも置いてあるでしょ。今日は何かするの？あなた目ついてないのかね。どこに目ついてんだろう。横かなんかについてんのかな。ってことは私の顔も見てないってことだよね。ぶっちゃけね。ね、テロップも、ね、サムネも見てないってことは、私を見ずにコメントばっか見てるってことだよね。どういうことかな？何も見えない人。でも目見えないリスナーさんもいるからね。目見えないで、音だけで楽しんでる人も何人もいるんだよ。リアトツにも実際ね、目見えない人、杖ついて、リアトツ来た人もいるしね。完全に目が見えないんだよ。うん。で、そう、もうだからずーっとラジオ感覚みたいな。で、言われたんだよ。ナナちゃんって、やっぱり目が見えないからね、こう近づいてくんだよ。ナナちゃんって、本当に綺麗な顔してるんだろうねって。私目見えなくてナナちゃんのね、話ばっか聞いてるけどって。声から想像するんだよ、ナナちゃんって。ナナちゃんは美人さんで、みんなにね、憧れてて、憧れてられてる存在なんだよね、とか言ってさ、そうですね、って。うん。ね、そのまんま想像通りでございますよって。いや、嘘じゃないよね。いたよね、杖で。それ、配信中に来たよね、その人ね。もうコメント欄面白かったけどね。目見えない人いたよね。うん、だからね、綺麗なんですよって私はってね。みんなに見られてるしってね。うん、だから中にはそういう人もいると思う。車椅子もいたね。でも結構あれだよね。持病を持ってる人多いよ。病院から見てる人もたくさんいるし、マジ死にそうな人もたくさんいるしね。ぶっちゃけ、余命宣告されてる方とかもたくさんいるし、もう死にそうな人もめっちゃ多いんだよ。ね、去年だって3人死んだし、リスナーさんね。毎年リスナーさん死んでるかな、順番が来てるからね。そうだよ。宇宙に帰った人は、去年は3人いますよね、っていう話。私は死に対してだと怖くないもん。いつ死んでもいいって感じ。みんなは怖がってると思いますけど、ね、私は別に死に対して怖くないもん。だから笑える？うん。なんでそんな死に対して怖がる必要があるの？ただ宇宙に帰るだけじゃん。ね、地獄になっていかないし、ね、天の原って言ってさ、宇宙に上がんで上に。死んだらね。魂は残るから。肉体は滅びるけど、魂は宇宙に戻って、また再生、破壊、ね、維持の繰り返しですよ。そのね、三つの柱。うん。の様子。だって誰もね、死んだ後の世界なんて見たことないんで、ぶっちゃけね。じゃん。
それに怖、だから怖いんですよ。ね、見たことないから怖い。生きた後の、ね、生まれた後の世界はわかるけど、死んだ後の世界ってわかんないじゃん。なんか怖がってもしゃあねえよねってね。あ、まなぶちゃんありがとう。同級生です、この方。高校の同級生、最近知り合いました。再会。よし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 。よし、毎日お茶ばっくれんね。よし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 。この間ね、そう、同じ高校の人なの、この人ね。まなぶくんって。ツイキャスで再会したね。なんか配信してるって言ってたけど、みんな配信者になってくるね、同級生ね。なあ。だから、じゃ守るべきものないよ。ね。みんなビビりすぎなんだよ、恐怖ね。見たことない。ね、感じたことないものはね、恐怖を植え付けられてますけど、こんな恐怖心なんてね、もう取っ払いましょうって感じ。だ死に対しても喜んであげればいいじゃん。ねえ。マックではそのお手伝いはできません。そうじゃないの。死んだ時は悲しむんじゃなくて笑ってあげればいいじゃん。ねえ、私はそういう人だから。なんか文句ある。ねえ、死んだら泣かなきゃいけないとかね、そういう価値観にね、押さえつけられてんじゃねえよ、つんだよ。笑う人だっているんだよ。なめんなよ。なあ。じゃあね、日本のお葬式とかマジで嫌いなんだよ。正座とかしてさ、なんか、喪に服すっていうの、ね、黒い服着てなんかどんよりしてんじゃん。ねえ、お経だってさ、なんとかとか言ってさ、よくわかんない言葉をずーっと聞かされてね。1時間だ、なんだ、足も痺れるし、みたいな。ねえ、へもこけないしさ、ねえ、唾だって飲めないって感じで雰囲気ね。声も出せれないやん。ね、親が死んでも笑うのか？私はニコニコしてると思うよ。親が死んでも。ねえ、感謝の気持ちとか、今まであったことを振り返る、涙は流すと思うよ。ただ、ね、ありがとうの気持ちでニコニコしてるかもしんないね。泣きながら。涙は流しながら笑ってるかもしんない。うん。そうだよ。ねえ。だって、いずれかは順番が来るんだよ。ね。みんな、ね、寿命というものがあんだからね、1万年とか生きるわけじゃないんだから、順番にやってくるもんなんで、必ず。うん。その遅かれ早かれね。総合学会の葬式ってどんなの？いや、普通じゃないかな。何回か見たことあるけど、普通だよ。別に、なんか金品を持っていくとかいうのをよく聞くけど、財産没収とかさ、そういうのはないと思う。普通の葬式。うん。それはまあ特殊な例じゃないの。ね、よく言うんだよ。葬家の葬式は、ね、財産とか全部持ってかれちゃうみたいな、最後に。あ、お茶ばっかりやったー。ルイちゃんお茶爆センキューありがとう。よし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 。よし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 。うん。たださ、中にはね、ああいうの信仰してて、ね、全部ね、身を捧げてもいいっていうぐらいの熱心な信者はいると思うよ。どんな宗教でも、そうかだけじゃなく、ね、クリスチャンだってそうだし、仏教だってそうだしさ、ねえ、全部の宗教に言えんじゃないの？そこは。うん。そんな宗教差別やめたら？おめえらの外に出歩くなとかね、消毒しろとか、マスクしろとかね。ねえ、コロナ言ってんのも私は宗教だと思ってんの、日本全体が。え？ねえ、言論統制して、ねえ、人を叩く、反対意見を。反対意見を今言えないじゃん、この時代ね。それをね、統制してるってことは私は宗教だと思いますけどね。うん。
日本国民全員がコロナ狂になっちゃってんだよね、本当にガチで宗教だと思うよ。うん。何言ってんのって、私の、ね、今言ったことをね、分かんない人はもう宗教に入っちゃってるの、コロナ宗教に。うん、まあ、気づいた人も多いと思いますけどね、去年から今年に入ってね。あ、ヨギママおはようございます。まあ大丈夫ですよ、3月に終わるからね。3月には一旦ピークアウトしますんで、別に怖がる必要ないんでしょ。うん、次のもっとやべえやつが来るだけだからね。あ、この間も話したけど、次来るのはコロナじゃなくて別の病気って言われてるね、やばいのはね。致死率が上がってるとか、感染力が強いやつなんじゃないの。うん、はたまたバイオハザードみたいなね、 T ウイルスみたいなのが流行るかもしれないし。国はね、ゾンビとかそういうさ、 T ウイルスみたいのを懸念してるんですよ、実はね。あの国連 WHO とかもそうだけど、そういうものが流行るんじゃないかっていうね、文章を出したりとか、それに対するね、対策とかも取ってんの。実際なんかで脳みそを乗っ取られたりとか、そういう病気もあるみたいよ。そう、マーブル病って言ってね、もうすでに存在するんだけど、そのゾンビ化しちゃう病気みたいな。だからあのバイオハザードの世界はね、フィクションでありノンフィクションなのよ。この先のね、なんつうのかな、まあ予知してるというかね、まああり得る世界ってことだ。そう。声がした？は？何？Siri なんて動いてないよ。今？ナナちゃんって言った？また？ナナちゃんって言ったの？ 2 回目じゃない、ナナちゃんは。去年もあったんだよね、放送中に。放送中にさ、ナナちゃんっていう声が入ったの、女の人ね。その時私なんか髪の毛かなんか乾かしてたのかな、あの時。なんか作業してて、口も動いてないんだよね。だから私の声でもないし、みたいなね。誰もいなかったし、みたいな。で、その後に、後の話でリスナーさんがね、亡くなったんだよ。その一週間後ぐらいに。で、ちょうど病院で、私の放送をね、最後死ぬまで見てたんだって。もう、奈々ちゃん見さしてって。最後のお願い事が。ね。で、奈々ちゃんと、ね、最後会いたかったなって、会ったことなかった人だったかな。ね、最後に一回だけね、会いたかったって言いながら死んだんだって。だその人の声なんじゃないかな、とかね。誰か死んだんでしょ、今また一人。うちのリスナー。ん？今死んだよ、多分。また。ん？宇宙に帰ったよ。なんて言い方するの？いやいやいや。だって声入ってくるってことで、ね、生き量みたいの。じゃあ私ね、連れて帰り、なんつの？よく、そういうさ、見える人とかに相談するとね、ガチで私持ってきやすいタイプなんだよね。持ってきやすいし、影響を受けやすい、なんつうのかな、魂というか。じゃあ、憑依はされないんだけど、周りにいっぱい連れてきちゃうみたいな。うちのお姉ちゃんもそういうタイプなんだけどね。思念とかがいっぱい飛んでくるような人なんだって。こうやってみんなと話してても、いろいろ家の中に連れてきちゃうみたいな。
まあ、見える人が言うにはね、霊能者とかさ、そういう、ね、お寺の人とか言うにはね、うん。そう、無意識に。だから優しい人には、ついてきちゃうんだって。心が弱かったりとか、優しい人っていうのは、すごい影響されやすいんだってよ。そういう、まあ、お化けっていうかさ、あと、生き量とかね。うん。そうなんだよ。だってお化けとか出るとこはさ、だいたい賑やかなとことかさ、ね、人が集まるとことか、水辺とかさ、そういう優しい人のとこについたりとかね。うん。いや、やっぱりね、さまよってんだと思うんでね、そういう自分のアピールみたいな、お化けちゃんも、アピールしたいからさ、もう私はここにいるよってさ、だから言いやすい人を多分選ぶんだと思うんだよね。うん。私の存在をね、気づいて気づいてってこうやって近づいてくるかさ。うん。昨日の夜だよね。私実は、ベッドルームで見てんで、また。その子が出てきちゃってね、今ね、多分ね。ちょっとね、影みたいのまた見たんで、黒い影をね。うん。昨日の夜。で、あーってまた連れてきちゃったのかな、上のかなんかでとか思ったんだけど。いや、ほんとほんと。いや、なんかその実体みたいの見れないんだよね。例えばほら、テレビで出てくるようなさ、黒髪の着物を着た人とかさ、女のね。大体そういうのをみんな見るっていうじゃん、下半身がないとかさ、上半身血だらけとかね。そんな見たことないんだけど、影とかはよく見んねん。ゴキブリじゃないかな。ちょっとそんなでっかいゴキブリいるねえ。こんなにでかいゴキブリいねえだ、さささってさ。でもね、そのね、影もね、またね、なんつうのかな、人の影なんだけど、見たことある人分かると思うんだけど、なんかぼやーっと、周りがぼやーっとしてんだよね。で、影だけど影じゃないの。その、境目がさ、はっきりとしてないんで、ぼやーってなってんの、この、人の周りが。で、その後ろが、なんつうのかな、キラーっていう光があるんだよね。ちょっとキラキラしてんの。その影の後ろね。ちょっとダイヤモンドみたいな光みたいな、キラキラキラってちょっと見えんで、後ろがね。病院に行け。いや、あんまりね、黒い影とかは良くないっていうね。白い影はね、自分の守護してるね、ご先祖さんだったりとか、っていうけど、黒いのはちょっと悪いみたいな。よろしくないみたいな。ちょっといたずらしちゃうみたいな。うん。眼科に行こう。だからあれだよ。目の奥で見える、ね、血管じゃないかね。あれは血管で蚊が飛んでるようにとか見、なんとか症ってあるじゃん。なんだっけ。チラチラさ、追いかけるとさ、こう黒い影がこうやって見えるやつ。あれなんだっけ。皮粉症って言うんだっけ。たまに目疲れてる時とかあるよね。こういう黒い点みたいなのさ、ずーっと追っかけっこしてさ、ずーっと逃げられんだよね。だから目の真ん中に来ないんだよ。ずーっとずーっと端っこにいるんだよ。こうやってね、ずーっとね。ほんと、あるよね。あと、目の中の、こういう血管みたいのが見え、ぎゅーって目つぶるとさ、血管が流れてるの見えるよね。こういうなんか赤いみたいな、赤いみたいのでザーって流れてるようなやつ。透明の。わかる？結構ギューって、ギューってね、やると見えんね。こうギューって閉じるとね。キラキラも見えるときある。私なんかさ、なんかフワンみたいな、波紋みたいなの見えるときあんの。波紋みたいなのファンファンファンってこう、なんかずーっと寝る前とか、こういう丸いのがふわーって通りすがったりとか、なんかわかるかな？なんかサイケデリックな感じ？なんかもう文様みたいのとかさ。あるよね。星みたいのもあるね。こんなちっちゃいのがいっぱい見えるときね。ビャーって言って。
いや、幻覚じゃないんじゃない、あれは。なんなんだ、目の中で見えてるもんだからね。うん、じゃあ、ブリってるわけじゃなくて。お薬はだって一回もやったことないよ、私。ね、周りでお薬やってる人はたくさんいましたよ。ただ私は一度も薬には手かけてないからね。なんか薬やってるっぽく聞こえるけど。うん。いや、周りは結構いるよ。意外とお薬さん多いからね。意外とこの人がっていう人がシャブ打ってたりとか、結構真面目な人とかに多いよね。ああいうお薬に手出しちゃう人。やっぱ心が弱い人とかね。主婦の方とか結構お薬に手出しちゃうんだよね。うん、その辺にいる団地妻とか。うん、ナーボー。な、でもなんか見た目とかでわかるよね、シャブとかね。配信者はでも怪しい人はいるけど。怪しい人はいるけど、実際やってる人は少ないんじゃないかな。うん。もう明らかにだってさ、喋ってることわけわかんなくて、ブリってたらわかるよね。うん。田中幸喜くんとかはナチュラル系じゃないの？そういう。覚醒剤とかじゃないでしょ。大麻とかそっち系でしょ？大麻は別に、だって体にいいからね。うん。ねえ、だって日本は昔からタイマーの国だからさ、ねえ、それを GHQ がねえやってきて日本は禁止になったからね。あっちのお国にやめろって言われてね。うん、本当にいいよ。じゃあ万能なんだよタイマーっつうの。そういう風に体に使うんじゃなくて衣類とかにもなるし、はたまた燃料にもなるからさ、タイマーっつうのはね。うん。燃料になるの、石油みたいにさ。だからいろいろスーパー万能なんだよね、結構。うん。お薬にもなるし。うん。ただ、今流通してるタイマーなんて、ほとんど偽物っていうかね。遺伝子組み換えだから。今、解禁になってる国とかあるけど、もともとナチュラルな大麻ではないんですよ。な、混ざりもんっていうかさ、で、ナチュラルな大麻じゃないから、まあ、体に悪いって言われてるけどね。もともとの日本で生えてたやつは、めちゃくちゃ質がいいもんなんだよ。うん。なんか儀式とかさ、ね、古来の、日本古来の儀式の時は、大麻とかは必ずあったじゃん。儀式の時のね、使ったりとかね。宇宙と繋がったりとか、神様と繋がったりとか。うん。いや、詳しいってみんなが知らない方がね、おかしいよね、日本のことね。じゃない？もうちょっと日本人なのが日本のことを知りましょうよ、歴史を。ねえ。私たちは敗戦国なんだよ。みんな調子乗ってるけど、敗戦国っていうのは一生、ね、国連にも入れないし、常任理事国にも入れないし、ね、ずーっと犬なんだよ。ね、あっちがイエスって言えばな、アメリカとかが、ね、ノーとは言えないんですよ。うん、だって、唯一、原爆を落とされた、そんな国の言うことを聞くのっつの。別に私、右翼とかじゃないけど、ね、この国は落とされてんだよ、あいつらに。ね。そうじゃん。今日ドーナツ作るよ。いや、落とした方も落とした方だよね、マジで。そうだよ。かわいそうな国だよね。二回も、ね、被爆してんだから、私たちはね。東日本大震災でもそう。ね、広島、長崎でもそう。そんな国ありますかって感じ。ね。じゃあ本当はね、鎖国はしなかったらよかったんだよ。日本っていう国はさ、ずーっと鎖国を貫いてたじゃん。ね。
それがね、ペリーとかが来てさ、鎖国しろ、貿易しろってね、国を開けっつってさ、乗っ取られたんだよ。うん。ね、脅されて軍艦で来て、おめえらね、鎖国しなきゃやっちまうよって脅されたんだ、大軍で来てな。そうだよ、ペリー。黒船来航ね。うん。お前が語るんだよ。はあ、お前何人だよ。私日本人だからな。大体そういうこと言ってんのは違う国の人だから。私日本を愛してるし、日本に生まれてきた意味もわかんだよね。うん。大体こういうの言ってるの外国人だもん。いや、ロシアの血は入ってるけど、まあ、日本の血は強いよね、その。うん。だから遺伝子検査すれば、多分ヤップ細胞とかあんじゃないかな。ヤップ細胞じゃなくて、なんだ、ヤップ遺伝子。30% だっけ？日本は。日本人と、ねえ、あっちの、ユダヤ系の血ってあるじゃん。なんだっけ？ヤップ遺伝子だっけ？なんだっけ？なんか多いやつ。そう。それはなんか神の遺伝子って言われてんだけどね。もともと地球にいた神様のね、遺伝子を私たちは引き継いでるってことよ。その何パーセントはね。そう。神様と言われてる宇宙人なんだけどね、私たちを作ったの。ね。別に神様が作ったんじゃなくて、昔住んでた宇宙人に私たちは作られてんだよ。うん、じゃあね、ゴリラかなんかね、猿かなんか進化して私たちになったと思ってんの？別物だからね。似てるけど別物だから。明らかに私たちは遺伝子操作されてね、ね、改造されてんだよ。だって今だってできるじゃん、遺伝子操作。やってないけど、ね、豚と馬をくっつけたりとかできるじゃん。今の段階でね。だからやろうと思えば新しい人間作ることだってできるんだよ。今だってやろうと思えばね。うん。そうだよ。それが何万年か前にできる人たちがいたんだよ。私たちを作ることをね。ねえ。なんか猿の遺伝子を使われてるかもしんないけどね。そのキメラみたいに。うん。じゃあ、深い話するよ。で、人間はどこから生まれたんだよ。ん？どこから生まれたんだよ。猿が進化したと思ってんの？うん。海から生まれたのかな。お母ちゃんのおまたかな。じゃあそのお母ちゃんのお母ちゃんのお母ちゃんをね、辿ってくと、どの女に行き着くんだよ。一番最初の女なに、アダムというの。アダムとイブかい？イブから生まれたのかい？そのイブはどっから生まれたのよ。いや、大好きなジャンルが来たね、私ね。すっげえ大好きなジャンルが。お得意分野が来ましたよ。うん。で、イブをね、産んだ人は誰なんだろうねっていう話になるよね。日本だと、そう、ね、イザナギとイザナミって言ってね。イザナギが男性、イザナミが、女性って言ってね、日本神話だとね。うん。まあ、それがアダムとイブなんですけど、他の宗教で言うね。うん。話がつまんなさすぎて。いや、簡単じゃん。簡単に話してんだけど、私たちは宇宙人に作られたよっていう、もう結論出てんじゃん。めちゃくちゃわかりやすいっしょ。猿からね、進化したんじゃなくて、宇宙人の遺伝子操作で私たちは作られたの。うん。この時間。でもね、最初は、ね、奴隷っていうかさ、働かせるために作られたわけよ。うん。な、ロボットみたいな感じ？自分たちが働けなくなったから、労働力として私たちもね、そう、生まれたんだけど、すごい、
片方の神様が愛が深かったわけよ。ね、二人神様がいたんだけど、ね、一人の方はすごい人間が好きでね、自分をエデンの園っていうところでかくまってたの。可愛くて可愛くてね。ただ、ね、悪魔にそそのかしされて、ね、ね、あの、リンゴを食べさせられちゃったわけよ。それで追放されちゃったと怒ってね。いや、デタラメじゃない、聖書に書いてあるわ。思いっきり、そう、蛇にね、リンゴを食べさせられちゃってさ。そうなんだよ。で、神様怒ったね、お前たちってね。今までは裸でね、みんな楽しく動物たちと、ね、天国のようなとこにいたんだけど、ね、知恵がついちゃってね。ね、それを裸だったのを葉っぱで隠したりとか、ね、そういう、感情とかも生まれちゃったわけよ。事故っていうかね。自分の人格が。それを怒っちゃったの。私たちに近づいてきちゃったからさ。神様にね。体重測定もらったね。でもずーっとね、暖かく見続けてくれてんだよ。ね、洪水を起こした時も助けられたしね。ロアの箱舟で。ごめん、なんか来てたね、これ。こちら、ですね。名前がないね、この方は。指定日配達1月30日に来てるね。あ、そういえば UFO キャッチャー来てないよね。UFO キャッチャーの景品来てなくない？これ？かなり遅くね？もうすっかり忘れてた。もう3週間くらい経ってない？あれかな。トレバさんからだね。ちょっと。今更って感じ。もういいよ、ビッグチョコは。やっと食べ終わったのに、また来たよ、ビッグチョコが。じゃあ、あの時は好きだったんだけどね、もういいって感じ。今はいらないって感じ。わかる？あの時はビッグチョコにハマってたけどね、もう飽きたよね。また2ケース。ケースも来ちゃった。何本ある？20本入りだから40本かな。やばくない？これ1本だってカロリー高いんだよな。まあ、ありがとうございます。ありがとうございますじゃないね。私が金使ってゲットしたやつだから。よいしょ。じゃあ体重測定いきまーす。体重を測りますよ。前回が、先週が、先週何キロだったっけ？人気のコーナー。人気なの？
前回が84点何キロだったっけ。いや、ダイエットは一応ね、自炊したりとか、まあ、気をつけてるよね。夜食べないとかね。食事制限はしてるつもり？バカ食いしないようにとかね。うん。いや、ずーっと自炊してたよ。先週はウーバー頼まずに、鍋食べたりとかさ、家にあるものを食べたりとかね、冷食とか、スパゲティ作ったりとか。結構頑張ってたよ。何これ。なんで刺さんないのこれ。ウーバーイーツの履歴見せて、なんで見せる必要あんの。そうやってさ、もうやめてくれる、なんでもかんでも。私の話を信じない人が多いみたいね。そうやって証拠を見せなきゃいけない。PCR の結果だってそうだよね。未だに信じてない人もいるしね、陰性だってことをね。ねえ。金まで払って私検査してんのに、未だに私のことをコロナだと思ってる人もいるんだよ。おかしくない？ねえ。検査までしても信じない人もいるしね。だからそういう人に納得させてもしょうがないよね。だって元から信じてないんだからね。うん。体重だってこうやってさ、毎週見せてんのにね。交換してんのに。ほんとだよ。じゃあ、測りますか？お体重を。これなんか見えそうだな、こうやるかな。でもちょっとなんかお腹へこんだような気がするんだよね。私の予想83キロ。予想ね。83キロぐらいかなと。体感だと。よし。やっべ！やっべ！ちょっとこれ見せらんない。ちょ、見えた今。体重見えた？やっべえなこれ。緊急事態だわ。嘘でしょー。85ぴったり。やーばー。85キロいっちゃったわ。うーわー。じゃあ、増えた、増えた。やっべー、マジで。どうしよっかなー。今月彼氏と会うのに。どんどん増えてってんだけど、なんかさ、毎週毎週増えてってない？ 1 キロずつ。やばくない？結構この状況。でもなんかお腹はへこんでんだけどな。やっぱ低迷期なのかな今ね。いやね、最近ね、外配信も少なくなってんじゃん、明らかに。外配信も少ないし、歩いてないんだよ。チャリンコ乗ったりとかさ。まあ、タクシーもそうだけどね。結構ね、歩いてないの。だから、去年に比べると半分なんだよね、歩いてる時間がね。だから運動不足が大きいかもしんない。食べてるもんはそんな変わんないんだけど、運動してないから、だからその分、2倍、今摂取されてる感じだよね、多分ね。うん。いやー、夜歩くかな、配信外で。ウーバーイーツ見せて、だからうるせえっつってんだよ。ねえ。なんで見せなきゃいけないの、ウーバーイーツを。
いや、頼んでないとは言ってないよ。いや、頼んでるよ。Uber Eats、Mac も食べてるし、ただ、自炊もしてるよっていう話よ。全く頼んでないってわけじゃないよ。数は減ってきてるよ。いやいや、食べてる。見るじゃん。もう、しつこいよね、ほんとにもう。なんでさ、毎回毎回私のプライベートを見せなきゃいけないの？あなたたちに。おかしくない？ライズアップのね、スタッフじゃねえんだよ、お前らは。だったらカロリー計算もしてよ、一緒に。なんでウーバーイーツなんか見せなきゃいけないの？めんどくせえな。いや、ネタだろうじゃなくて。ウーバーを見せるのがネタなの。私はめんどくさいだけだけどね。なんで毎回毎回ウーバーイーツを見せなきゃいけないの、本当に。でもそんな頼んでないと思うけどな。見てごらん。どこで見んだ？注文？そんな頼んでないと思う。1月28日、マクドナルド、稲荷町駅前店。うん、だから俺土曜日だよね。上野行った時にマック食べてる。外出んのめんどくさかったんで。金曜日かな？金曜の夜かな？で、1月28日、ローソンでしょ？1月、ここから5日空いてんじゃん。ここは自炊したんだよ。ほら。ね？ 5 日間、ウーバー頼んでないじゃん。27、28は頼んだけどね。ね、とんかつ。とんかつ2日頼んだ。あ、これはキャンセルしたのかな？キャンセルで、やっぱやめようかなと思ってまた頼んだんだよね。1回キャンセルしてね。とんかつね、1月。1月22日マック食べてんのこれ。でもそっから6日間空いてんじゃん。ほら、これだけだよ。ねえ、ウーバーって。ここ6日空いて、ここ5日空いてんだからさ。ねえ、そんなに頼んでないでしょ。じゃ、このトンカツがうめえんだよ。これ、このミルフィーユトンカツ。マジうめえんだよ、これ。これ好きなんだよ、私。最近ハマってるのマックとトンカツなんだよ。ん？メニュー見たい？あ、メニューね。メニューは、ま、こういうのね、ほら。これ、このコロナになった時もこれ食べたけどね、私ね。ガツガツ食べてたよね、熱が42度あんのに。これうまいんだよ、ミルフィーユで。普通のトンカツじゃなくて、ミルフィーユ状なんだよね。いや、高いけどうまいの。めちゃくちゃ。これ名古屋かなんかの、あれじゃないの？名古屋かなんかの会社だっけ？カサネヤって。どこだっけ？これ YouTuber のヒカルも好きなんだよね。なんか配信で頼んでたもん。これうまいんだよね。とか言ってハマってんだよね。みたいな。YouTuber のヒカルくん？いや、うまいんだよ。本当にうまいの。ここねえ。で、これ何頼んだんだ？私。マックフライドポテト S。うまからダブル肉厚サムライマックだね。で、チキンマゲット、ナゲット5ピース。うん。じゃ、最近ね、S だから私2個頼むんだよね。セットで、セットでフライドポテト S 頼んで、さらに S を頼むんだよね。ダブル S。ダブル S。今日だからな、85キロになっちゃった。S サイズじゃ少ないんだよね。だからちょうど L ぐらいかな、みたいなね。これは何頼んでんの？あ、明太子マヨネーズスパゲティとチキン南蛮弁当食べてんね、この日ね。警察署前で。うん、続き警察署前のね、ローソンで頼んでんね。そう、L。
L ってローソンの L ね。L サイズの L じゃないよ。ローソンの L ってこと。うん。でもこの大盛りのマヨネーズ美味しいんだよ、これ。明太マヨネーズ。あのね、これ結構ハマってんすけど、私ね。この、ね、これ、これ食べたことある人いる？これめっちゃうまいんだよ、私、味濃くて。これ結構でハマってんだけどね、今ね。ない？美味しいんだよ。で、お値段も、俺ね、そんな高くない。598円。大盛りでね。だいたいローソンで頼むのは、このチキン南蛮弁当と、この明太子のやつ。あと、たまになんかドリアみたいの。この、エビドリアとかね、5種類のチーズのエビドリアとか。海苔弁はね、ないんだよね、ローソンね、ウーバーは。うん。うまそうでしょ。いや、今頼まない。今日料理配信だから。これで満足？だから5日頼んでないし、6日も空いてるから、その間は全部自炊してるからね。だ今日の夜とかは、また鍋しようかなと思ってね、お肉買ってきてるから。昨日スーパー行った時にね、今日はウーバー頼まない。自炊をする？ねえ、しゃぶしゃぶ一人でしようかなと思ってね。これ、これ、ドルチェポルコ。これ2パックで、2パックで1480円。うん。これを3日ぐらいに分けて食べんだよね。この2種類も。3等分して、これ2列になってるでしょ？二列ずつ。これを一日、こっち二列と、こっち側まあ三分の一食べてね。二種類。ね、このロースとバラ肉でね。野菜もいっぱい冷蔵庫あるよ。水菜とかキノコとか。ネギとか。野菜も取りますよ。朝はドーナツ食べて、夜は今日は鍋だから。で、魚は私取らない肉派なんで、なんか魚って、まあ、鮭とかでマグロとかサーモンだったらいいけど、ほとんど食べれないんだよね、私魚系ね。アジとかホッケは食べれるけどね。なんか青いお魚と生魚が無理なんだよ、私。そのアレルギーとかでね。そう。な、魚取るときは、食べたいとき。本当に体が、なんつうのかな。魚欲しいモードになってるときに頼むって感じ？よいしょ。うん。まあ、基本は肉ですね。豚肉とかね。よし。アレルギー。だから、青い魚とか食べると喉が痒くなんだよ。あ、やっべーみたいな。だから、それ気づいたの小学校ぐらいなんだけど、ひどいともう呼吸困難なの。ぜー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 。で、喉の中がもうブツブツになっちゃう。ボコボコに。肉がもうボコボコボコって炎症起こしちゃって、それ、ってなるの。だからもう食べれないんだよね、私怖くて。で、その時はイカだったの。イカの生のやつを食べたんだよね。イカを食べたらすっごい、ってなって。ほほ。エビもたまーにある。だからエビフライだったらいいんだよ。揚げてるやつとかね。火が通ってんのいいんだけど、生がダメなんだよ。うん。生。エビも、イカも、青い魚も、体調悪い時はサーモンとかでなる時もあるもんね。その体調によるんで、出る時と出ない時ね。うん。なんかね、なるものとなんないものがある。火を通せば大丈夫。じゃ、甲殻アレルギープラス、魚系だよね。貝はダメ。
かえもう喉かゆかゆになるもん。うん。帰る、だからホタテとか、アワビとか、おっきいやつ、アサリとかね、シジミとかだったらいいんだけど、おっきい貝類は私喉かゆくなる。うん。イヤトツした時イカ臭かった。それ自分の手で握手したからでしょ。お前が臭いんだろ。ね、しこってから食うのやめてくれる？我慢できなくて。ねえ。だったら、私と会ってからね、しこってくれればね。魚のね、卵もね、だから、イクラもダメ。イクラが結構痒くなる。イクラ丼とかあるじゃん、海鮮丼。イクラ食べるとめっちゃ痒くなる、喉。もうブツブツになる。うん。イクラとかスジコとかね。あっちの卵系もダメ。うん。白子はなったことないけど、あんまり好きじゃないね、白子は、ね、ドロッとしててね。美味しいと感じたことない。うん。いや、でも最近で明太子とか、たらことか食べれるようになったの。もう昔は一切食べれなかったの。だ体質も、なんか変わってきたんだろうね、大人になってね。もう本当に全部無理だったな、私、マグロとサーモン以外に。うん、ジンギスカンは嫌いだっつってんだよね、くっせーの。あんな食べ物じゃねえかな。なに、匂いもダメだよね、あんなジンギスカンとか、ジンギスカンですよ。じいちゃんとばあちゃんが芋食ってへーしたんでしょ。ねえ、わははは、とか言ってな。ジンギスカン、くっさいよ。イノシシもそうだけど、じゃ最近ね、豚のね、匂いもダメになってきたの。牛肉の血臭い匂いもダメだし、豚肉のあのね、くっせえ匂いとかダメなんで、安いやつの。いや、しゃぶしゃぶでも、なんかそんな安いの。あの、業務スーパーとかの肉はダメなんだよね、ほんと。臭すぎて。もう、おえってなっちゃう。いや、ジャスミン茶は好きだけど、ジャスミンはでも、違うじゃん。あれはいい匂いじゃん。昔からジャスミン茶は好きだけどね。お茶の中で、うん、だってさ、体が受け付けないんだからしょうがなくない？好き嫌いじゃないの、私って。アレルギーの反応が出ちゃうから食べれないのがしょうがなくない？だって別にね、味の好みじゃないんだよ、うん、食べたくても食べれない。あの、だって呼吸困難になっちゃうから怖いんだよ。うん、とんかつは大丈夫だね。だってとんかつはだって揚げてあるじゃん。衣ついてるから。油臭いでしょ？うん。じゃあ私にね、生物食べて死ねって言ってんの。ここの人たち何をさ、ガチャガチャ言ってんのかわかんないよね。食べれないって言ってんのがしょうがないじゃん。だって。アレルギー体質なの。私もね、花粉症だし。昔だって、体だってね、アトピーだったし、結構敏感なのよ、肌とかね。うん。だから化粧品もそうで、もう痒くなっちゃうんだよ。そういう体なの。合わない化粧品使うともうブツブツで、顔がブツブツになっちゃうの、赤くブワーってね。うん。大変よ。だ自分の知らないとこでまだまだいっぱいあるだろうね。食べ物もそうだし、結構ね、アレルギー体質の人って何個か持ってんだよ。一つだけじゃなくて、これとこれがダメとか、こっちの成分がダメとかあんだよね。一個だけの人ってなかなか少ないんだけど、うん、そうなので、後々ね、気づくことが多いね、大人になってからね。あれってこれダメなんだみたいなさ、検査しないでね。うん。どうやってアトピーを治したの？飲み水を変えたんだよね。水と食べ物かな。あとね、いろいろね、ハウスダストとかもね、うちのお母さん除去してたね。空気清浄機とかさ。うん。あと、ブロック注射っていうのしたんだよね。それが効いてんじゃないかな。ブロック注射ってやつ？なんか知ってる？その、
なんか注射をしたら良くなったみたいな。うん。だからアレルギーの人はさ、ダニの死骸とかもダメなんだよ。ホコリとかハウスダスト系もね。そういうので目が痒くなったりとか。うん。あと、未だにダメなのは犬とか猫だよね。自分家で飼ってる犬とか猫は触れんだけど、他のお家の汚い犬とか触るともうもう全部ブツブツになっちゃう体が。もう全身ブワーって。もう湿疹のように。もう目もゼリーになっちゃうの。猫の毛とか生えると、もうね、目がね、膜みたいのができちゃって、反応すごくてね。ここがもう真っ白になってゼリーみたいになっちゃう。うん。ピラミッドは何ですか？ピラミッドは、あれ宇宙船。宇宙船。うん。そうそう、なんか水ぶくれしてね。じゃあ、あれは結構やばいよ、本当に。猫とか私触んないで、犬は触るけど、ね、猫の毛はね、マジでやばい。本当に。触ったらもう手洗って目洗わないと。注射は何回打った？一回だけ。一回で治った。で、こことかもうゾウさんだったもんね。かきむしっちゃって血が出るぐらい。こういうさ、こういう柔らかいとこで、こういうとことか、こういうとことか、あと足の裏とかね。もう全部、もう描きすぎでゾウさんの鼻みたいになっちゃってね。うん。だから、包帯とか巻いてたもんね。包帯とか、寝るときに変えちゃうから、無意識にね、全部巻いて、ガードして、みたいな、薬塗ってね。大変大変。あ、ジョージちゃんお茶ばかりやった。よし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 。いや、かえちゃんでもう無意識にね。あ、ジョージ、モンズリちゃんありがとう、お茶爆。かわいいかわいい。2連発、よしよしよし。でもさ、今はもう、綺麗だよ。もうそんなね。全然わかんないでしょ。アトピーだったと思わないぐらい綺麗でしょ。ねえ、肌も。透き通るような肌になったでしょ。ね。全然わかんないでしょ。でもね、ちょっとね、首やっぱね、未だに残ってると全部が治ったわけじゃない。首の後ろがね、私治ってないんだよ。だこの間美容室行ったけど、もう首の後ろやられたよね。髪の毛染めると必ずもうね、アレルギー症状が出る。だここ見てごらん。今荒れてるかな。ここ。もうブツブツになってるでしょ。見えるこれ。見えない？見えない？もうね、ブツブツブツってなってんのよ。アトピー。こう。見てごらん。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、あら、やだ。ちょっと待ってね。あら。ここがね、めっちゃね、まだ残ってんね。ここんとこ。この後ろ。ちょっと待って。なんなの、これ。ここ。この中だよね、中。ここの。こことかね、まだ未だに痒くなるんだよね。中とか、こういうとことかね。結構ほら、あるでしょ、ほら。ね？ここだよ、これ、これ、これ。ここが未だに治んないんだよね、そういうアトピーみたいの。ここだけ残ってんね、私。他のとこは治ったんだけど、そう、赤くなっちゃうんだよ。だから、シャンプーとかさ、合わないやつとか、もうすぐ真っ赤になる。もうブツ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 って、ニキビみたいにもできるし、ボボボボボボってね。
あと、ヘアオイルとか、うん。なんか、アパホテルとかのシャンプー使うと結構ブツブツになったりとかね。うん。やだよねって話よ。あ、9時になりました。行きましょう。オッケー。オッケーですが、今日はドーナツ作るんでね。でもね、大問題があるんですよ。今気づいたんだけど、ドーナツを作るのはいいんですけど、めちゃくちゃ大事なものを忘れてた、私買うの。もう毎回忘れんだよね、これね。油を買ってないっすよ。やばくない？油、ドーナツあげんのに、だから前回多分私取ってあるんだよね、油、古い油。ワンチャンあれでいけるかな？一週間経ってるけど。ちょっとあんまりよろしくないけどね、新しいやつであげたいけど。まあ参加してるけど、まああれでやるしかないよね。だってないんだもん、油が。まあ一週間だったら大丈夫じゃない？ねえ。いけるよ。一ヶ月とかじゃないかな。一週間だったら大丈夫だと思うよ。だってあれ全部新品の入れてるからね。オリーブオイルとか。まあ大丈夫っす。じゃあ今日買い物したやつをちょっと紹介しますね。で、スーパー行くときにジャグラーをやったらさ、2万8000円買っちゃったの。私3000円で。実質2万5000円勝ちで、またね、大量に買ってきたんだね。最近そのルーティーン。ね、月曜日の材料を買いに行って、ね、買って帰ってくるっていうさ。最近調子いいんだよね。そのさ、プライベートでリスナーさんに声かけられたって話したじゃん。その後にもう光りまくりで。何これみたいに。だから2箱出したんだよね、私の。バカみたいにさ、光ってね。それまでハマってたのに急に光り始めてね。だからリスナーさんパワーなのかなみたいなさ。で、こちら。牛乳ですね、牛乳。こちら。ちょっと待ってね、三脚変えていい？うちの三脚やだな。三脚どこ行った？ね。次切り替えましょう。あ、最近ね、プライベートのギャンブル運はいいんすよね。このさ、牛乳安かったんだよ。100。これってなんでこの牛乳安いの？このナス牛乳って。ダントツ安かったんだ。140円とかかな、牛乳ね。これなんか買ったことある人いる？140円とかだよ、この牛乳。いや、普通のなんつうの？低脂肪とかじゃなくてね。安いなーって。いや、これは低脂肪じゃないんだよ。普通の牛乳なんだよね。生乳 100% 使用って書いてあるじゃん。ただ低脂肪じゃないのになんで安いんだろうみたいな。原材料ナス牛乳、生乳 100% って書いてるから普通の牛乳だよね。こんなす牛乳って。オカマって言葉は差別用語ですか？知ってて聞くよね。
その話してやろっか。今の時代、オカマってことは差別用語だからね、ぶっちゃけ。まあ私たちは気にしないですけど、当の本人は。中には傷つく人もいますよ。あ、お茶爆、センキュー。ありがとう。南ゴールデンハンターちゃん、ありがとう。よし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 。うん。ただ、ちょっとなんでこれボケてんだろうね。なんていうのが一番いいのかね。今の時代。なにこれもうボケて。ちょっと一回消していい？なんなのこれ。ボケボケで。あ、エミちゃんもね、お茶ばかりありがとう。チャリンチャリン。よし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 。お姉、お姉もね、でもお姉じゃない人に向かってお姉っていうのもおかしいんだよね。あのね、普通にね、ストレートの人、なんかその辺の普通の人もいるんだよ、中に。そっちの方がメインなんだよ、実はね。女言葉とか、女の服着たりとか、化粧する方が珍しいんだよ。こっちの業界ね。そっちの方が異端っていうかさ、うん。寺西ちゃんお茶ばかりやと、よし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 。そうなんだよ。みんなおね、ね。おね言葉なんて使わないんだよ、普通の人は。私たちは、ほんの一握りの人間の、あの、テレビとか出てる人はね、マツコとかもそうだし、みんなおね言葉使うけど、あれは、珍しいんだよ、こっちの業界だとね。うん。商売人とか多いけどさ、おね言葉使ってる人はね。うん。氷川きよしが女になるん？あれもまた特殊だよね。まあ、詳しく話してもみんなはわかんないと思うから話せないけどね。うん。焦げてんのが少ないね。で、こちらの牛乳がですね、158円だとごめん、140円じゃないね。結構高いね。うん。で、こちら、ビビダスヨーグルト。これ必要みたい、ポンデリングにね。今日ポンデリングも作るんで、ヨーグルトが必要みたいに。あと、絹豆腐。これが70円ぐらいだったかな、確かね。うん。ちょっと待ってね、なんかピントが、本当はなんか合わないね。このっけかな。で、あと卵。こちらね。これも結構安い卵だね。これ私お気に入りで買うんですけど、この卵が、6個入りで169円かな。ね、あとチョコレート買ってきましたね。ちょっとバレンタインまだ早いけど。もう！電池がなくなりましただって。なんで？もう、今セットしたのに。いや、充電器差しっぱなしなんだけどね、今ね。なんで落ちたん？相当電池がなかったのかい？ちょっと新しいのに取り替えますね、今ね。これすぐなくなんで、これ2時間ぐらいダメなんだよな。いけるか？いけた。もうめんどくさいな、セッティングが。ほんまに。オッケー。置いていける。よいしょ。あ、来た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 。なんかちょっとズームになってない？カメラ。なんかズームっぽくない？これ。あ、ズームなってないね。あら。まあいいや。
チョコレート買ってきます。これでコーティング？ドーナツをコーティングしようかなと思ってるんだけど。ちょっと種類が分かんなかったんで、全種類買ってきたんだけど、この明治の。ブラック。あとなんかホワイト？スーパーホワイトみたいの？で、ミルクみたいなね。これをさ、溶かせば、多分ドーナツにコーティングできるよね。あとこういうシュガーパウダー。砂糖の粉みたいの？と、あとなんか白玉粉ね。と、ネギ。これはちょっとあの、鍋のやつね。だこれで材料は作れんじゃないの？ポンデリング。で、今日作るのはポンデリングと、あと、オールドファッションかな？作るの2種類。OK？ 大丈夫かな？じゃあ必要なもんをちょっとドバッと。レシピをください。ポンデリングとオールドファッション。レシピをください。はい。何でしょうか。で、これダブルで作っていくからね。こっちとこっちでね。こっちは、ポンデリング。こっちはオールドファッションだよ。お前が調べろ？そこでやるしかない。今線伸びないんだよ。また線買うの忘れちゃってね。早く。早く教えてよ。ねえ。教えて。レシピを。何を入れんだ？でもドーナツだから、小麦粉と強力粉かな？のダブルじゃない？多分。違うかな？みんなドーナツ作ったことないの？オールドファッション出ましたね。きび団子？何これ？きび砂糖なんて使うの？あ、これは普通の砂糖でいいね。バニラオイル、ベーキングパウダー？そんなのあるわけないじゃないの、うちに。でも実はあるんです。全部揃ってんですよ、うちには。任しとけ。バニラエッセンスと、バニラと、なんだ？こちらバニラオイルでしょ？バニラ。本当だね。ホットケーキミックスだとね、ホットケーキミックス味なんだよね。嫌なんだよ。一から作ろうぜ。なんかね、そのレシピ嫌い。ちょっともうちょっと簡単なやつにして。それ嫌い。それやめとこうよ。もうちょっと軽めのやつにしようぜ。ちょっと。違う、そのさ、裏路を張るのはいいんだけど、ね、私今見れないでどう見ても両手塞がってんだから、レシピを抽出して、ここにまとめて書いてくるね。暇なんだから。足一人、みんな何千人。ね、できるでしょっつうんだよ。飲むよ、飲むと。じゃあ私に、ね、全部レシピ持ってるよ。持ってるけど、忙しいの？コメント見たりとか。ね、スルーするとまた怒られんでね。奈々ちゃんリスナーやめますとかさ。大変なんだよ。こっちだって命がけ、生活かかってんだから、手伝ってくれてもいいじゃん。ね。小麦粉、白玉粉、ベーキングを振ると、ベーキングってなんだっけ？ベーキングデッド？ベーキングって。ベーキングはパウダーかな？ベーキングないかな？ドライイーストじゃないんで、ベーキングないな。あ、
やばい、本当にベーキングパウダーないの、なんでなん。ベーキングないとできない。ベーキングはない、なんでだろう。膨らまない。ちょっと待って、探してみるよ。うわー、ベーキングパウダーどこ行った。うわー、ベーキングパウダーあった、あったヘッド？ホットケーキミックスだからやめろっつってんだよ。うぜえな。ホットケーキミックスは作んねえっつってんだろ。ホットケーキミックスもないの。だからホットケーキミックスも作りたいの。ね？ちょっと待ってね。ちょっとまとめていいレシピをちょっと抽出。ポンデリング。あ、これいいね。白玉粉。これ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 。ピピちゃんの、ピピちゃんのこれ。ピピちゃん大正解。それ。今のそれピピちゃん、ビビちゃんだっけ、ピピちゃんの出したやつじゃん。白玉粉となんとかって書いてあるやつ、あのヨーグルトとみたいな。今ビビちゃん、ピピちゃんっていう人が出してたやつ。ピピちゃんじゃ、ビビちゃん早く出してそれ一回、もう一回出して。あ、これ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 、ちょっとみんなコメント流さないんで、ちょっと読めないんだって、レシピがな。ちょっと待って、ストップ、もう携帯で見るよ本当に。もうコメントストップできないんで、パソコンだと。ちょっと待ってね、進まねえよ。あったあったあった、これね、これスクショ撮るわ。オッケー、白玉粉 100g。 じゃ、こっちで、ポンデリングね。でもさ、白玉粉ってそのまんま入れんの？なんかお湯で湯煎とかしなかったっけ？そのまんまでいいのかな？なんかお湯で溶かすんじゃなかったっけ？これ。水とか。しない？ 100g これね、白玉粉。そのまんま入れちゃっていいのかな？白玉粉 100g。結構入んないこれ。こんなに？はい、100ぴったり。お湯を入れるよね、やっぱりね。そうだよね。入れるよね。いらない？あ、いらないって。みんなポンデリング作ったことないでしょ。あと豆腐 100g だって。豆腐が 100g。これ絹ごし豆腐ね。これ水が、よし、キュー。これはね、飲んでもいいんでね、お豆腐の水っていうのは。これはあのなんとか水って言って、お豆腐がね乾かないように入れてる綺麗なお水なんで、別に体には害がないんでね。なんかお豆腐でしょ、100でしょ。待ってね、 100g。 うわ、私天才的、ぴったり100。すげえなはい、 100g とこんなに入れますよ。
で、あとなんだ？ここにベーキングパウダーに牛乳大さじ1だって。牛乳大さじ1。これ全部混ぜちゃっていいのかね？牛乳大さじ1。今日さ、あのさ、オールドファッション作んなくてもいいやん。ポンデリングだけで時間伸ばしできそうじゃない？ね、牛乳大さじ1ね。だいたい私のこの手のひらが牛乳大さじ1なんだよ。こんぐらいね、牛乳大さじ1。ここの私のここの部分が大さじ1なの。あと、ヨーグルト 100g。はい。次、このビビダスね。これ砂糖とか入ってないやつね。ね、これが 100g。そしてヨーグルトのさ、この蓋ってさ、取りにくいよね。結構密封率高くない？だこれも100、さっき豆腐100だったでしょ？ああ、まあこんぐらいかな？だいたい。だいたいこれ100だろう。天才的 !93g、オッケー93g オッケー。誰？で、牛乳もちょっともうちょい少ないから入れようかね。大さじ1じゃダメだもんね。ちょっともうちょいね。こんぐらいかな。それで混ぜ混ぜすると。あとね、蜂蜜って書いてあるね。蜂蜜大さじ1。で、ポンデリング作ったことないっしょ、みんな。私だって初めてなんだかわかんないよ。はっきり言って。初なんだかな。ねえ。ね、蜂蜜。蜂蜜が大さじ1だね。あれ、これ蜂蜜じゃないな。これメープルシロップだ。似たようなもんだけど。これだね。蜂蜜。あ、これ新品だね。まだ開けてないやつだ。やばい、手が冷たすぎで開かない。カチカチ。今水道が寒くて。これが、大さじ1なんで結構入れるね。わお。こんなもんかな？いやいや、大さじ1でしょ。こんなもんだよね。オッケーだよ。大さじ1。で、小麦粉が 120g。小麦粉120。スプーンね、あるよ、ある。あるけど、だってもう目分量で作れるもん、大体。もうだって7年間料理配信してんだよ、私。もう感覚でわかる。グラムとか量とかさ。普通に料理する人だったらもう 目分量だよね、大体ね。もういちいち測んなくてもね。大丈夫、大丈夫。大丈夫。小麦粉 120g。これこのまんまポンって置いてスタートして、そのまま120をプラスすればいいんだね。これみんな意外と知らない人多いんだよ。ゼロからスタートってね。これ意外とみんな知らない裏技。結構入れない？こんな入れんの？それでしょ？あ、130入れちゃった。
え、ここで入れないの？え、そういうこと？どっちどっち？え、どっち？入れんの入れないの？え、ポンデリングだよ。え、でも生地作んなきゃいけないから、いつ入れんのっつったら今でしょ。だって生地でしょ、これ。だって別々にするわけないじゃん。水は入れない。水なんて書いてないもん。ねえ、今入れるしかない。ええー、ちょっと待って。警察かな？はい。はーい。あ、そこに置いといてください。ヤマトだね、ヤマト。へえ、じゃあもう混ぜちゃっていいの、これ。こういう風に？あ、でもなんかすごいもちもち。ふわふわもちもち。わかるかな？豆腐も入ってるし、ヨーグルトも入ってるし。砂糖 75g 入れて、わかったよ。75ね。こんぐらいだな。こんぐらいだ。だいたいな。いや、75g なんか結構多いよね。少ない？もっと？ 75 ってもっと？こんぐらい？結構塊入っちゃったけど。いや、そんな甘さ控えめでいいんじゃないの？もっと？ほんとに？こんぐらい。3回入れた3ターン。入れすぎ、どっち？もう激甘になっちゃうから。もうここでいいよね。こんぐらいで全部入れたら病気で歯溶けるわっつうの。ねえ。これベーキングはいつ入れんの？ベーキングは。ベーキングデッドはいつ入れんの？てかもう全然混ざってないんだけどね。これね。なんだろうこれ。水分量が足りねえんじゃないかこれ。ちょっと牛乳もうちょい入れようかな。なんか全然混ざってないような気がする。お粉の状態だからね、下とかね。ヨーグルトも追加してみよっか。ちょっとね。いや、ヨーグルト。ヨーグルトを足した方がいいね。はい、と。ベーキングパウダーって言うと、あれよね、膨らまし粉みたいな、重曹みたいな感じだよね。違うっけ？あ、今度もぐちゃぐちゃすぎちゃったで、これ。これ大丈夫？入れすぎじゃね？なんかね、女泥の粘土の始まりみたいなさ、あの紙粘土のね、そんぐらいの感覚。いける？これで。ほんとに？これでいけるの？これってさ、どんぐらい混ぜればいいの？結構ガチで混ぜていいの？これ。なんか白玉粉も入ってるから、すごいなんかお餅みたいだよね。塊みたいな。おはようございまーす。いや、昔ね、こういう金玉の柔らかさの人いたね。だからちょうど金玉みたいな感じだね、この柔らかさ。金玉の袋みたいな。感覚的には一緒だよね、これね。うん、ちょっと柔らかめの金玉の袋みたいな。まずくなる。
それで混ぜたらどうするんですか。これを何成形して丸にするってことかな。円形に。そういうことだよね、多分ね。丸をつなげてってあのドーナツ状にするのかな。イメージは。ベーキングパウダーじゃ入れます。8g って書いてあるね。8ってどんぐらい？これはちょっと測った方がいいかな。ちょっと測ろうね。ちょっとなんか固まっちゃってん中でね。OK。8g。はい、入りました。これでベーキングパウダーを混ぜ混ぜするね。これで膨らむっしょ。うわ、なんか余計ネチョネチョになってきたよ。これ大丈夫？こんなやばい？まあ、揚げるからね、結局ね。大丈夫だと思うけど。生地が緩いかね、これ。いい感じ、こんなもん。でもさ、ポンデリングって結構ふわふわしてるもんね。もちもちふわふわって感じやん。まあ、近いっちゃ近いよね。うん。丸くならない？緩い。じゃあどうする？な、小麦粉を入れるじゃん。さらに。小麦粉。白玉粉を入れんの？さらに。このぐらいかな？どんどん増えていってもいいよ。まあ量が多い分に良くない？少ないよりは。でもなんかこんなもんなんだろうな、多分生地あんま変わんないね、入れてもこんな感じね。小麦粉をやっぱ追加した方がいい。そうだね、今白玉粉も入れたから小麦粉も追加の方がいいね。同じ感じで、ね、だってヨーグルトも追加になってんだからな。ってことは最初からいじんなかった方が良かったんだね。今思ったけど。そういうことじゃない？ねえ。今結局全部入れてるってことは、なんでいじったのって話になるんだよ。ねえ、最初にも戻った方がいいってことね。ただ、量を増やしてるだけでね、この作業はね。ループ系じゃないやつ。ループゲーじゃないやつ。もうやだ、もうどんどんやばくなってくんだけど、これ。混ぜれば混ぜる。混ぜちゃダメなのかな、これ。なにこれ。やっばいんだけど。どん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 柔らかくなってってる。ベーキングパウダー入ってますね。あ、もうちょいでよっか、もうちょい。ベーキングもうちょい追加。ね、全部追加してるから。で、これを成形する感じ？ね、丸くやってくって感じでしょ？よいしょ。丸くして、つなげてく。でも、こんなべ、いやー、めっちゃテーブルくっつく。粉だらけだし。もう、片栗粉は入れないでしょ。だって、ここに書いてないよ、片栗粉なんて。
もう一応と材料的に全部入ったね。全部 OK 終了。それで成形していくポンデリングにね。いや、ひで豆で効くのが一番いいよね。ひで豆だって店長やったな。ねえ、ミスドのもともと社員さんなんだからね。本当に全部作り方多分知ってると思うよ。じゃあどうやって成形すんのかな。これをどうすりゃいいの。ひでママいないかな、マジでプロに聞きたいよね。本当に現役のミスドの店員さんとかいそうじゃない、このリスナーさんの中で。小麦粉を多めに入れん、どんだけ多く入れんだよ。もう相当入って、もうどん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 ね、膨らまし粉じゃねえんだよ本当に。何個ポンデリング作んのよ本当に。もうどん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 容量増えてってるぜ。パン粉なんて入れるわけないんだ、揚げや。カリッカリになっちゃうわ。なんでパン粉のバカじゃないの。でもさ、昨日ね、なんかスーパー行ったらいろんな種類の粉があんだよね。白玉粉以外に、なんだな？なんかね、粉がいっぱい売ってたよ。日本のものだけでも、なんか蕎麦粉もうどん粉も売ってたし、そう、上新粉とかも売ってたしね。うん。ひでママに電話してみる？今配信中じゃないの？ちょっとね、ひでママに電話してみようか。じゃあちょっと配信してない？あ、してないね。今寝てんじゃないかな、寝てんじゃないかな。ちょっとプロに聞こうね。じゃあね、寝てんじゃないかな今日は。最近ね、朝見ながら寝ちゃうって言ってたもんね。おはようございます。おはよう。あれ、やっぱ寝てた？ひでママ。いや、横になってたけど、見てたよ。見てた。まあまあ、ポンデリングの作り方ってわかります？私、ポンデリングの作り方、ポンデリングができたときはもうミスドにいなかったもん。やっぱミスドって言ったらママかなと思って。イメージでね。うん。これは多分、丸めてくっつけんのかな。どうかね、わからん。もちもちってしたら、なんでもちもちってするか。生地は今できたんですけどね、一応。分量で。うん。うん、これなんか揚げるときのテクニックとかありますよ、ドーナツ。あの、ミサドーナツはさ、はい、手作りとはいえさ、あの、専用の機械に入れてパシャパシャパシャっと落とすから、全然意味は違うね。あ、意味は違う。うん。ああ、そうか、機械も、プロ用の機械でやるんですね。そうそうそう。決められた時間とか。うん、だから同じように同じ量の同じの輪っかが出るようなベルショーマシンっていうので落とすから、うん、家で水出そうなんつってできないと思うけど。できない。うん、わかりました。なんとか近づけてみます。じゃあね。はい、すいません。できないって。家では無理だって、本当に。プロから言われてできないなって。どうしよう、本当に。できないってことはないっしょ。ヨギママに聞いてみる。ヨギママ知らない、ドーナツなんか作んないんじゃないの。
ちょっとね、ちょっと一応聞いてみる？料理上手だもんね。スイーツ系ヨギちゃん得意。クッキングシートだって油で揚げんだよ。クッキングシートごと揚げるの？ヨギママ？おはようございます。どうした？ポンデリングの作り方知ってる？ポンデリング？うん。揚げってさ、なんか特殊な生地じゃないの？いや、生地はできたんだけど、揚げ方が分かんなくてね、柔らかいんで、生地が。低温でじっくり揚げるしかないんじゃない？低温でじっくり揚げる。じゃあ、その前に成形。一気に軽く揚げたってことだよ。じゃあ、その前にね、成形ができないかもね。自分なりの形でいいんじゃない？このまんまやっても面白くないじゃん。自分なりにやれと。こうがモンジョギ風にやればいいんじゃない？あ、そういうことですね。うん。わかりました。はいよ。ありがとう。はい。モンジョギ風にやればいいんだって。でこのままジャバって入れちゃえばいいんじゃない？モンジョギ風だったらね。クッキングシートマナミンに聞く？でねえだろマナミンとか。ちょっとやってみて。マナミン。マナミンね、久しぶりにかけるね。マナミンですか？9月22日からかけてないね。マナミン。いや絶対でしょ、今配信中じゃないの。モヒモヒって言うかもよ。で誕生日の時お茶枠投げたからね。あ、違う。前回のじゃなくて、前々回投げた。もう4回スルーになるよ、これ出なかったの。いや、時間稼ぎじゃなくて。何、クッキングシート？もひもひーとか言いそうだよね。こうだよーとか。でもクッキングシートうちないかもね。どうしよう。クッキングシートはこの間でもなんかもらったかな。あ、ないな、クッキングシート。クッキングペーパーだったろうけど、シートはないね。どうするよ、シートない場合は。クッキングシートだから、クッキングシートアルミもない、アルミホイルもないですよ。いや、サランラップだったら多分溶けちゃうよね。クッキングシートとペーパーは一緒なの？クッキングシートの上でいいの？本当に。焦げない？だって油の中に入れんだよ。ぶち込むんだよ、油の中に。クッキングシートで、いやいやいや、ペーパーもシートも焦げんじゃない、だって熱々の油で揚げるんだよ。
ドーナツをあげないってどういうこと？頭おかしいんじゃないの？なんでドーナツってあげるだろう。バカ言ってんじゃないよ。ねえ、クッキングシートで大丈夫ですよって言ってる人がいて、ほんとに？カッティングシートあるからこれでいいじゃん。これでどうだ。カッティングシート、これこれだったら溶けないんじゃない。ちょっと待って、耐熱110度、110度はいっちゃうかな。110度だね。いや、紙の方がいいの。で、クッキングペーパーもないんだけど、どうしよう。あったあったあった。クッキングペーパーあった。じゃあ、これだったら大丈夫なんね。じゃあ、これに引いて、一つ一つやっていくか。これで何？丸を作るの？ついちゃうな、やっぱり。こんな柔らかいの。っていうか、絞り器じゃない？絞り器でやればいいんじゃない？中に入れて。絞って丸状にこうね、ぐるぐるぐるってね。え、どうやってやんの？本当に。作り方がわかんない、マジで。この柔らかいの。どうやってこれを成形すんだ。じゃあクッキングシートがないんだと。じゃあ丸く成形どうやってやるのよ。DM を見てください。だから見れないって、本当に知ってる人だけ教えてよ。あ、網の上でも網の下からなんだ。あれだ、揚げ物のあのお玉みたいの、そこに乗せればいいんじゃない、丸く。それどう？揚げ物用のすくうやつの周りにポンポンポンってさ、ねえ、それどう？待って、これもう一回取り替えたい、これ気持ち悪い。気持ちはね、ごじょごじょね、もう嫌なんで、ごじょごじょ気持ち悪いな。俺嫌いだな、ベチョベチョごじょごじょ。じゃあスプーンですくい上げる感じでいく。これにこれやったらちょうど大きさ一緒ぐらいじゃない？ポンデリングの大きさ。ねえ。サイズ感的にはいいんじゃないの？これいいよね。
こういうことね。いや、水筒じゃなくて、こういう丸いのをくっつけていく感じでしょ？こうだよね、ポンデリングってね。いやいやいや、丸がいっぱいくっついてるでしょ、だって。イメージは合ってんじゃないの？ポンデリングって食べたことないしよ。だってこうやるしかできないもんだって、どうやってやんの、あと。無理。どうやって丸に成形するの？手でやってみようかな。ほらー、もうできないじゃん、ほらー。また汚れちゃったよ、これ。やっぱりスプーンでやってももう気持ち悪い。ベトベト気持ち悪い。ベトベト着ない。ベトベト嫌いなの、マジで。やだ、ベトベト。あ、手に油を塗るの？そうするとくっつかないの？ほんとに？ちょっか、油もないんだよ。手に油を塗って、粉を塗るのね。はい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 。手に小麦粉を塗るのね。ここに。おじゃぼって入れちゃう、もう指ごとね、こういうふうに。こういうことね。ちょっと待って。ああ！それで、ああ、できた、できた、できた。やっとできた。こうね、こうね。大事だ。それで、こうね。できた。丸がでかい。ええー。あ、ちょっともう粉の効力が弱まってきたね、これ。こんぐらい？こんぐらいかい。もっと？もっと小さい。でけえと。でもなんかでかいイメージだけど、ちっちゃいの。だって大体、一周ぐらいじゃない？8個。1、じゃあこれ作っちゃえばいいんだね、もう最初に。1個、2個、気持ち悪い。3個。あ、これちょっとでかいな。3個でしょ今。あ、じゃあオールドファッションはもう時間がないね、今日ね。3でしょ。3のもっとちっちゃいのかな、これ。4。4個目。あ、でも8個ぐらいでちょうどいいかな、この感じ。こう。いや、くっつくと思うよ。ギュッてやれば全然。
だ手にくっついてなかったら端っこでもくっつくでしょ。ねえ。粉が足んない、粉が。結構粉使うね、これ。ソファ作ってるみたいな。こんなに粉使う？1、2、3、4、5。あと3つ？ 6。これ6個目だね。6、7、生地が大爆発する、なんで？怖くない？どこに爆発する成分入ってんの？ 1、2、3、4、5、6、7、 あと1個だね。何爆発するって、何も入ってないんだけど爆発するもので、これで8個で、これをここに並べばいいんだね。はい、1個でしょ、2個、3個、4個、5個、6個、7個しか入んないね。7個だ。これどう？でかい？ビー玉ぐらいの大きさ？そしたらだって、ビー玉でしちゃ、でもさ、これさ、上がったらここ隙間なくなっちゃうんでね。思ったけど。隙間埋まっちゃうんでね、これ。大丈夫かな？でもちょうどね、ちょうどいいサイズじゃない？いける？これ正解だってみんな。じゃあこれでいってみますか。OK？ 一回ここ片した方がいいな。手洗って。冷たい。ちょっとお湯じゃないと無理。寒。これもどかさないとね、一回。で、チュロスみたいのも作ろうかな、これでね。あの、新しい新食感チュロスみたいな。ポンデリング1個ね、残りでチュロスみたいな。いけんじゃない？よし！で、ちょっとこれどかしますよ、危ないから。持ってきますよ、油を。この間のホットドッグで使ったやつね。最近揚げ物ね、ハマってんすよ。よいしょ。これでいきますね。よし。線がない。これ。あら。ちょっと待って、線がない。
この下にあるかな。線。あった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 。そのまんまだったね。よいしょ。やべ、超耳鳴り。オッケーオッケー。これジョボンって入れればね、いけるだろう。これでね、よし、ちょっと温度上げまーす。何度だろうね、ドーナツは。180度ぐらいかな、感覚的に。280度ないね。190までしかないね。どうしよう。240度はないよ。190でじっくりいく ?190 じゃ無理かな。でもホットドッグが上がったからね。160度だって。はいはいはい。160度にじゃあ設定するね。うん。ドーナツなんて私初めて揚げるかもしんない。オーブンでは作ったことあるけど、揚げ物は初々じゃない。ドーナツ系で初めて。よし、ちょっとなんかドキドキするね、はずだからね。あのね、これ油が上がったらね、緑色になるの。ちょっと待ってて、まだ温度が上がってない感じ。今まだね、適温じゃないんでね。でもさ、形的になんか、OK だよね。なんか近くない?だからこの間にチョコレートを溶かしとけばいいんじゃない？プレーンがいい？それともチョコレート入りにする？一応チョコレートも買ってきてんだけど、チョコ溶かしてそこの中にジュボンってやってつければ固まんのに時間かかるからやめようかな。やっぱいらねえや。プレーンがいいね。プレーンがね、プレーンが無難じゃない？チョコね、時間かかんで固まるのにね。冷凍庫入れなきゃいけないし、なんかめんどくせえよね。いや、油は使い回す人多いと思うけどね。うちとかそうだったけど、藤沢家は。ポットに入れてまた使ったりとかね。特に揚げ物なんて。一回一回だって使い捨てたら相当お金かかるよね、油だけでも。毎回毎回新品を使うの、みんな揚げ物って。3回、2回ぐらいは使うよね、普通はね。まあ普通のね、家族とかいるんだったら、ね、1週間2回ぐらい揚げ物するもんね。だから使えませんね。ね、1週間で2回ぐらいやって、それで捨てるみたいなね。うん。まだだね、温度。まだ来てないね。うん？家でね、揚げ物しない人増えたと思うよ。お惣菜で済ましたからね、みんなね。ドーナツなんかなおさら揚げないよね、家でね。だって、ミスドで買った方が安いし、
ねえ、簡単に食べれんじゃん。家でドーナツなんてあげないっしょ。ほんとだよ、めんどくさいもんだって。ミスドがうめえだろ、やっぱりね。ちょっとまだ。それだって。もうすぐじゃな、もうすぐで温度上がるね。あともうちょいかな、今ブクブク言い始めた。おい、今危な街。ここのランプが、ランプがあるんだけどね、緑色になったら OK ね。ちょっと今見えないけど、手前で。今赤いでしょ。で、ここで調整すんだよね、この緑の、あれで。で、緑、今赤チカチカしてんだけど、これが緑に変われば OK。でも普通に火でやった方が簡単なのかな、これね。火の方が。ただ温度調整してくれるからね、これはね、フライヤーの中の。均一に。火だったらさ、結構上がり下がりがあるじゃん。これはもう炊飯器みたいに保ってくれるんでね。多分。うん、便利だよね。まあ、業務用っていうかさ。あら、緑になった。あ、まだだね。まだだね。まだでーす。まだかな？ガスでも今設定できんの？それ知らなかった。え、180ドルだったら180ドルに保ってくれんの？本当に？そんな便利なの今。本当にずーっと180度なの？すげーな、それ。センサーで自動でこうやってくれるのね。強火、弱火を。IH ができるんだ。あら？変わった？まだ？まだね。おっせえな、これ。チカ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 してるもんね、赤ね。でもこれ、マックス190度だから、今160設定にしてるから、結構中間ぐらいの温度だね。温度的に。うん。これホットプレートみたいな、あれだよね、アタッチメントで温めてね、今ガチャンってやつね。うん。多分電気使用量はホットプレートと一緒じゃない？同じあのプラグ使ってるから、これ。あのタイガーとかのホットプレートとかあるじゃん。あれとほぼほぼ一緒。ホットプレートの線で全然温められんね。うん。新規臭い？全然新規臭くないじゃん。何が新規臭いの？あのね、料理しながらタバコ吸うなって言うけどね、みんな吸ってるからね、お母さんたち。ワイン飲みながら作ってる人もいるよね。じゃない？あれ？なったんじゃない？光ったね。あ、ちょっと待って。光った、光った。オッケー。今緑になったよね、ほら。ついたね。カチカチしてるっしょ。よし、行くよ。ドボンと入れるよ。これを下ろします。よいしょ。いや、早いとか遅いとかないんだって、今160度だよね。じっくり上げてもいいんじゃない？じっくり。一応設定温度にはなってるね。
音は一応パチパチしてるから、まあ上がってはいるんじゃないの。低い160度じゃん？だってさっき160度って誰か言ってたよ。爆発なんかしないっしょ。え、いいって言ってるよ。160度でじっくり上げてくださいだって。で、だいたいポンデリングなんか作ったことねえだろ、お前な。クソババとも。ねえ、おはぎとか作ったことあるでしょ？だいたい毎日おはぎでもなんかそういうの作ってる、漬物とか。ぬか漬けとか、そっち系だろ？こんなおしゃれなの作んないだろ。ほんと、JBA の皆さん。ポンデリング最近いつ作りましたか？いつ作った？何ヶ月前？何年前？何十年前？何十年前はないか。昨日作ったじゃなくて、昨日買ったの間違いだろ。ね、買ったと作ったをね、一緒にしないで。食べたとかでしょ？昨日買って。何これ、なんか浮いてきたね、黒いの。ちょっと！何この黒いの。な、焦げみたいのが。わー、でもなんか上がってきたね、ちょっとね。お、浮いてきた。わーんって浮いてきたね。いい感じ、いい感じ。意外といい感じ。ちょっと油足んないかな。裏返すってどうやってやんの？どうやって裏返すの？触んな、触んな。はいはいはい。でもギューって押し付けてなきゃ顔が出てきちゃうね。こうやって押さえとこう、ずっとね。油が足んないからね。ぐーっと押し付けないと埋まんないね。いや、くっついてもいいよ。だって裏側は別にどうでもいいじゃん。表さえね、良ければね。裏はガリガリガリって取っちゃえばいいね、前みたいに。ねえ、くっついてもいいよ、剥がせん。熱い！いやあ！でも意外と形はそれっぽいよね。ぽくない？ねえ。意外とぽいよね。ちょっと待って。大きさもちょうどいいんじゃないの？大きくなかったね。網を出して、どういうこと？網を出してって。何、網を出してて。こういうね。これ埋めた方がいい？このまんまでいいの？なんもしない方がいい？お箸で外す？あ、この台かな？いや、今触んない方がいいんじゃね？触んない方がいいだろ、どう考えても。ひっくり返しもいらないんじゃないの？ドーナツ。いるの？これひっくり返しは。いらないだろ、これ。ゴミを取り上げないと。でもゴミくっついてないよ、今。熱い！この金具が熱い。温度が低いけど今じっくり上げてんの。じっくりじっくり。ちょっとさ、そんなさ、もう結果だけを待てないの？ちょっと。じっくり行こうぜ、じっくり。
いや、まだね、剥がすの早いんじゃない？どうだろう。剥がせんのかな？まだくっついてる感じ、もうちょっと上げてからの方がいいと思う。まだね、下の方がね、ブヨブヨ。いや、天ぷらじゃねえんで。何天ぷらって。ポンデリングだっつってんのに何回も。あ、やだ、線が抜けちゃった。大変。ポンデリングだっつってんの何回も。こんな感じだよね。いや、ドーナツなんか油めっちゃ使うし、知らねえんだろ。そんなものをいつも食べてんの知らないね。ねえ、結構ドーナツって、だから太るんだよ。カロリー高いだろ、120とか30とか。こうやって油で揚げるから、カロリー高いんだからね。知らねえだな。うん。それ剥がれない。じゃあ剥がれないまんま食べるわ。剥がれなかったの。剥がれないよ。油ギトギトなの当たり前で、だって今油に入れてんだからギトギトに決まってんだろ。意味わけわけわかんないこと言わないでよ。今油で揚げて中に入ってるからギトギトなんだよ。まだ色がついてないからそう見えんでしょ。もうちょいね、色がね、ついてくればドーナツっぽくなるでしょ。うん。そのままひっくり返す。だからひっくり返せ、どうやってんの？こうやってやるのか？どうやってひっくり返すんだよ、これ。どうやってんの？怖い！やってひっくり返すの。スプーンで後ろ取って、だってくっついちゃってるからな。絶対バリバリってなるよ。爪楊枝とかの方がいいんじゃない？ヒューって中に入れて、ヒューってカリカリってやってさ、待って、ね、一回ここに置いとくね、こうやって。いや、菜箸だと太すぎる。竹串でヒューってやった方がいいよ。ちょっと待ってね。あるから。じゃ、面積が狭い方がいいじゃん。もうぐちゃぐちゃになっちゃうつ、マジで菜箸なんか。やったら。見てろっつの職人の技を。ダメだね、これ剥がれないね。どうしよっかな。包丁も入んないって、だって楕円で円形じゃんこれ。円形のものに直角のものが入ってかないでしょ。言ってる意味わかる？削れちゃうやん。歯の先でも、だったらこれでも一緒やん。ちょっと黙っててくれる？本当に今真剣にやってんだな。なあ、ダメージを少なくしたいっつってんじゃん。ダメージを減らそうぜ。面積が薄いもので。ほらー、崩れてきちゃったもん。
ボロボロになってきちゃう。ボロボロ。もう裏側はもうしょうがないね。表だけで勝負していこう、今日は。OK! OK, 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 取れた。わーし。わーし。OK! あー。なんとかね、綺麗に。綺麗だよね。ちょちょちょ、もうね、裏はしょうがない。表で勝負って感じ。裏、裏、裏勝負だって。あ、裏じゃない、表だ、ごめん。でもさ、ひっくり返す必要ない。もうこれでいいんじゃないの？もう色的に。色的にこれでいいんじゃないの？おーい！粒が小さくなるまで？いやいや、だってポンデリング見たいんだよ、今。もういい？本当に？あげる？ちょっとさ、ほんとにさ、ドーナツ作りのプロみたいのいないの？こん中に一人ぐらいは。ドーナツ屋さんとか。いねえの？一人ぐらいは。ひでままに聞いても、無理って言われてる、さっきね。できないって言われた。家ではできない。マナミンに電話したらもうね、拒否られたよ。もう5回目の拒否。あら、いいじゃん。ほら。オッケー。ちょっとこれ危ないから、あっちに置くね、もうね。あら、いいんじゃないの？どう？なんとなく。でも材料は一緒のもん使ってるからね。だからこれにチョコとかコーティングする？いや、いいと思うよ。ふか、あ、もちもち。半分だけチョコにする？こっち側だけ。ねえ。半チョコ？だからどれ使えばいいんだろう、チョコレートは。いっぱい種類あるけど。で、レンジでチンすればね。ホワイトチョコレート？これ、ミルクチョコレート。これ1枚ぐらいでいいんじゃない？これをチョコをぶっかけだよね。湯煎じゃなくてチンでいいと思うよ、溶かすの。湯煎結構めんどくさいよね。だって、コーティングするだけだから、ねえ、チョコレート菓子を作るわけじゃないんだよ。少ない？でもそんなに大量に使わなくてもいいんじゃないの？一枚でいいでしょ。これの半分だよ。そんな2個とか3個とか使わなくてもいいしよ。ねえ、牛乳を少し入れて、はーい。
ちょっと牛乳入れます。牛乳が垂れてる、やだー、最悪、これどうして、やだー、助けて、もうちょっと大変これ、嘘でしょ、マジ最悪、これはこれどこまで行ってんの、あっちまで行ってないか、これはやばい、これはまずいよね、やばいやばい、ちょっと待って、あやだ、いやだ、なんで気づかなかったんだろう、まずい、臭くなる家が、ダメダメダメ、あやだ、垂れる、よいしょ、ちょっとその間にレンジでチンしようかね、牛乳入れて片付けしてる間にちょっと待ってね、よいしょ、ちょっと待って、電子レンジ、1分ぐらいとりあえず、やだ、この下まで入っちゃったかな、この隙間、棚の隙間、やだ、マジ最悪、もう牛乳臭くなんだよ、もうキッチンペーパーでいこうね、え、緊急事態だからもう使っちゃえ、キッチンペーパーが一番いいだろう、そうすんねや、もうもう助けて、本当にやだ、テンパってきた、やだよね、牛乳マジ牛乳やだ、本当にみんなわかる、牛乳の衝撃最悪だわ、マジ牛乳嫌いなんだけど、まあ粉が、もう小麦粉も攻撃仕掛けてきた、顔にぶっかかって、もう助けて、本当に助けて、もうやめてほしい、もう助けて、楽になりたい、もう死にたい、もう今日死にたいって感じ、こりゃ臭くなるなぁ、ちゃんと拭かないと、ねえ、マジで、とりあえず今もうこれは取ったからいいけど、ここから雑巾だね、これをぶっかけりゃいいんだ、で、アルコール、アルコールもね、ハンドジェル、これで完璧だね、匂いは
匂いは匂いで制すればいい。これアルコールだから。よし。よいしょよいしょ。いや、学校とかでさ、こぼすことあっても、こんな大量にこぼれることはないんだよ、なかなかね。もう白玉粉も、やだーもう助けて、マジで。白玉粉。もう衝撃が。あ、でもなんか綺麗になったね。床がめっちゃ綺麗になった。ピカピカになったな。ほら磨いたらめっちゃ綺麗になった。こんな綺麗だったのに、ね、床ね。最近床磨きしてる。ほらピカピカじゃない。牛乳効果じゃない。研磨剤でも入ってるかな。で、最後に水拭きしてあげればね、もう一度雑巾でね。これオッケー。それでちょっとこぼしやすいものはもうあっちに持ってっちゃおう。ああちょっと待って待って、ああちょっと待って、キャー、ちょっと待って、1個ずつ持ってこ。3個までにしよう。3個まで。あんまり横張ってるね。滑っちゃう。3個まで。うーわー、よいしょ。彼氏が来て牛乳臭いとか最悪だよね。ねえ、お前んち牛乳臭くねみたいな。あ、まだチョコレートまだだね。もうちょいだね。チョコレート。よし。OK。よし。まだだね。タンスの裏？いや大丈夫でしょう。そんな入ってないと思う。だって中にキューって入れたもん、隙間に。シューッと。隙間にキューって入れば、シューって浸透するからさ、キッチンペーパーってね。吸い取ってくれるね、ヒューって。ストローと一緒よ。いやーな、もう携帯にも粉粉がすごい。ちょっと今ね、チョコレートを温めてるね。最後コーティングして、フィニッシュ。あ、いいね。ちょっと待ってね。牛乳かな、なんだろうこれ、牛乳？水分がないってこと？牛乳を入れた方がいい？もっと。生クリームがないんだよ。空気
だショコラみたいな感じでよくない？新商品。ちょっとね、もうね、こうね、こういう風に乗せてあげて、新商品ショコラみたいな。ポンデリングショコラ。こうね。チョコレートはチョコレートでもだって一緒でしょ？それで、ね、砂糖の粉をかけてあげればね。これ。これで。ほーら。美味しそうに見えるじゃん。それっぽくなったでしょ？ほら、うまそうじゃん。ちょっと写真撮るね。ちょっと器変えた方がいいかな。お皿を。こういう時はティファニーだね。で、ショコラを、ショコラ全部落ちちゃったね、これ。待ってね。もうアレンジアレンジ。こういうのは。でも美味しそうっしょ？どうだ？黒いだろ。で、先ほどの粉流を、この角にね。ね、こうやってあげて。もう盛り付けないんだけど、あとは葉っぱ。緑系をね、ちょっと横に、こういう風に。よし、完成でーす。完成しました。こちら、ポンデリング、できました。完成でーす。ショコランテ。ちょっと写真撮るね。よいしょ。疲れた。はぁ。マジ疲れた。なんかいろいろハプニング多かったね、今日ね。ちょっと写真を撮りまーよーし。でも美味しそうじゃない？どう？意外ともっちり。色も近くない？ちょっとね、近くで割ってみよっかね。あ、いいじゃん。音聞こえる？おー。いいじゃん。いただきまーす。ちょっと食べてみんね。うまっ。くー。激うま。
な、外サクサク、中もっちもち。ちょっとポンデリング超えたかもね。めっちゃうまいんだけど、やば。ぐー。これやっぱあれだね。白玉粉使ってるからこんなもちもちなのか、一番クオリティ高いかも今日。デザート系で最高傑作出ましたね今日。うん、いや近い、味もかなり近いねこれ。いやでもカリカリの方が美味しくない？私どう、カリカリドーナツ好きなんだけど、ブヨブヨより外がカリカリ中ふわふわの方が好きなの。うん、あと砂糖のザラメみたいのがついてるやつとかさ。いやこれポンデリングだよね、もろね。だって使ってるものも一緒、形も一緒でね。じゃあこれ何なのねえ。これマナミンかな、これ文句言ってんの。マナミン放送してんのかな、してないじゃん、ほら。怪しいよね。うん。マイクに近づけて食べてみて、はい。キモいって何？ ASMR でしょこれ。キモいって言いながらね、イケメンの声ではね、キャーンとか、ああ、いい、行く行くとか言ってんでしょ、あなたたち。あっちの方が気持ち悪い、今。大体ババアが、いい、すごいとか、行くとか、いやーんとか書いてるでしょ、あーんとかね。あっちの方がキモかったけどね。ん？普通に考えて。ねえ。いや。ね、フライヤーもいいんだね、これね。今までこんなにドーナツ成功したことないけど、フライヤーがめちゃくちゃいいんだろうな。この間のアメリカンドッグもそうだけど、揚げ物がガンとレベルが上がってる。うん。マジで。お店に出してもいいぐらいのレベルになってんね、最近。前まではね、揚げ物とかね、結構失敗してたね。美味しくなかったな。うん。全然ダイエットする気がない。今日だってこれ一食だよ。ドーナツ一個だけ。これで食べ過ぎとか言わしたくないんだけどね。ドーナツ一個で食い過ぎなの？嘘って、だって今一個しか揚げてないじゃん。ねえ、今日全然食べてないよ。朝と昼はドーナツ1個だけだもん。え、夜は食べるか、夜は鍋だもん。だってさっき見せたでしょ。ねえ、鍋作るって言ってお肉買ってきたって見せたじゃん。あれの3分の1を食べるだけだもん。うん、虚言。いや、数値を見ててごらんね。今日測ったの85キロだけど、来週の月曜日はじゃあ81キロまで落とします。ね、私、やるって言った時はやるんで。ね、ガチでやる時はやるんでね、マジで。4キロ落としますよ。え、いいよ、80まで落としてやろうか？ 80 まで。
やるときは私落とすから、まあ、2回ね、配信で5キロ落としてるから1週間で。2回とも成功してんでね、やるって言ったときは。うん。罰ゲーム何する？逆立ちしながら、アルファベットを逆さまから読みながら、鼻からストローでオレンジジュース飲んで、で、目にはからしを塗って、耳には洗濯バサミをつけて、で、お尻の穴にポッキーかなんか突っ込んで、で、脇はずーっとこちょ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 ね、3人ぐらいにやられて、みたいな。やだ。タンがすごいでしょ。待ってよ。タンが絡むんだ。ん？いや、このね、ショコラがうめんだよ、これが。何がうまいって、これが一番うまいね。なんか生チョコみたいでめっちゃうまいんだけど、これ。ボロボロしてて。意外とこのボロボロがうまいんだよね、これね。あのチョコレートケーキの上に乗せてもいいね、これね。なんかショコラ風。あ、ナオミちゃん、お茶ばっかりありがとう。よし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 。よしよしよし、かわいこちゃん。既製品がうまいんだって、当たり前じゃ既製品がうまいに決まってんじゃん。ね、まずかったら誰も変わんないでしょ。で、この明治なんてもう めっちゃうまいじゃん、昔からあってね。だって大体バレンタインだったらみんなこれ使うよね。バレンタインのチョコレートってね、安いしうまいし。うん。来週、バレンタインデーもやるんでね。今週は、節分か。ね。で、来週は連休になるんでね、確かね。金、土、日って連休なんだよね、みんな。うん。メンバーシップやんない。やめた。気まぐれなんだよ。うん。野田さんの真似やめて。はぁ？野田さんってオカマだったの？え？あいつはチンポついてるかと思ったけどね。うん。スカートたまに履いてるの？じゃあオカマなんじゃないの？オカマを装って裏でオフパコしてる、ね？マナミンと一緒ってことだよ。マナミン系ってことだよ。ファッションオカマね。でも化粧とかしないもんね。でもさ、一回さ、野田さんがさ、安室奈美恵の配信した時、あれがバリ面白かったんだよ。野田さんの配信で笑ったのは、あの安室奈美恵で渋谷でさ、で、ミニスカートで歩いてるやつがめっちゃ面白くてね。うん。あ、お茶バッグありがとう。お茶バッグよいしょ。誰だ？マーチンちゃんありがとう。お茶バッグ500。500じゃない、50だね。ありがとう。うん。ななちゃんうまい棒やってくれる。なんかバトンが回ってこないんだよ。水曜日やってもいいよ。うまい棒チャレンジって今みんなやってんだけど、5分間で。バトンが回ってこなきゃみんなやんないんだけどね。うん。ただ今、ひどんなちゃんとか昨日やってたけど、私バリバリうまい棒、はい。うまい棒食べんの早いよ、めっちゃ。一本多分2秒ぐらいで食べれるよ。多分記録作っちゃうんじゃない私。うん。で、口の中結構私ウェットだから、うまい棒ってさ、口の水分奪われちゃう。私結構ウェットだから、うまい棒食べてる結構ウェットなんね。ロミちゃんお茶ばかりやった。よしよしよし。だから私は早いんだよ。結構口の中、おちんちん舐めてる時もぬるぬるだねってよく言われるの。それぐらい水分量が口の中多いかな。ああいうお菓子とかめっちゃ早いんだよ、私食べんの。引っかかんないっていうかね。
キモいってね。じゃ水曜日やりますよ。予定通り。もう絶対に言われるなと思ってね、今週の予定にもう入ってます。ええ。もうみんなの考えてることなんてわかるんで、もう水曜日ね、もうね、挿入済みですね、ここに。ええ。ここに入ってますね。はい。うまい棒チャレンジね。うん、入ってますよ、もう。もう大体わかるんだね、みんなの眠たいものがね。入ってるでしょ、思いっきり。水曜日。ねえ。もうね。あ、おちゃらけありがとう。いや、ネタがないんじゃなくて、今、ホットだからね。みんな盛り上がって、マーチンちゃんありがとう。これはやるべきだよね。今、流行ってんだよ。めちゃくちゃ盛り上がってんのよ。外部サイトとかでね。うん。これは私もやるべきだと思うんですよ。ツイキャスの人もね。うん。恵方巻きは自分で作るよ。今年はね、牛肉の恵方巻き作ろうかな。高いお肉、ステーキ肉とか使って。最近ね、高級な恵方巻きの方が流行ってんの、ね、安いやつじゃなくて。一本8000円とかの恵方巻きとか出てんだよね。国産の和牛とか使ってるやつとかね。キンパはね、だって恵方巻きじゃないから、あれは海苔巻きだから。へぇー。くら寿司は BTS の恵方巻き。あ、じゃあそれでいいじゃん。それを狙いに行こう。ねえ。鬼の格好で、その BTS の恵方巻きを食べに行こうよ。それに変更。うん。で、ダイナマイトを踊りながら完食する？南南西だっけ？方角あるじゃん。そっちの方向を向きながら踊って、さらに恵方巻きを無言で食べるというね、ダンスしながら。鬼の格好もぐっちゃぐちゃだけどね。いろんなもん積み重なってるけど、まあいいんじゃないの？混ぜても。予約しなきゃダメなの？ちょっと待ってね。くら寿司？もう間に合わないかな？くら寿司 BTS？恵方巻き BTS キャンペーンってやってんだね。くら寿司恵方巻き、あー、この3本セット990円、かわいいじゃん。予約は2月3日まで受け付けてる。受け渡しは2月3日？木曜日だね、木曜日だね。いいんだよね、いいんだよね、いいんだよね。いいんだよね。いいよね、木曜日だね、節分の日スペシャルは。じゃあ取りに行けばいいんだね。OK だね。OK だね、ちょうどいいね。ちょうどいいね。2月3日まで、じゃあ予約をすればいいんだね、これね。で、くら寿司のオープンの時間。ちょっとこの辺調べるわ。くら寿司でしょ？あるね、近くに、駅前にくら寿司。で、オープン時間が、11時からだ。せいじくんが電話したい、なんで？せいじくん、電話しようか、私が。せいじくんの番号知ってたかな？出ないな。
これ違うの、なんか違う政治だな。